全然分かんなかった。どういうことなのかあるんだろうから、どうしてますか。ランブさんの Wi-Fi でやってたんですよ。で、ランブさん行っちゃったじゃないですか。多分それですね。トロフィーゼロの時に買おうとしてる。 OK! クレジットカードの金額がこれ伸びないですか。これ伸びないですか。あー、それ写真ですね。これを…あー、危ない、危ない危ない、何もつけてないですよ。ランブさんはこれ1日でこれ出ちゃって、エリアさんは多分だから…再開できないですよね。これもう晒される普通に晒されるやるっす。え、キヨキヨさんですか。キヨキヨさんですか。大ファンです大ファンです。なんのあ、顔出し僕 NG なんで。NG だな。ご対応ありがとうね。いや、もうありがとうございます。本当に第1号の方ですからね。あの、本当に あの子はです。群馬さん、群馬さん、群馬さん、ボンタさんのクラウン、大丈夫ですか。群馬さんの、群馬さんのクラウンさんからいらっしゃいました。群馬からも来てくださって、もうすごい。ボンタさん見てますか。群馬の方が来てくれてます。おあ、ドビーさんがコメントしてます。おドビーさん、今日朝から卑猥なツイートばっかりのドビーさん。ちょっとよくわかんないです。何言ってるかよくわかんない。全国放送なんで卑猥なセリフやめてもらって。急遽の雨でね。急遽の雨で、もう雨なのに本当に、あ、もうありがとうございます。これはいや、もう MS です、本当ありがとうございます。あまり絡んでないですよね。はい、福島さんですね。こちらの方行ってもあまり絡んでくれなかった。あ、そうですか。キヨキヨさんはそういう方だから。いや、違います。もう裏話でいいですか。何だこいつみたいな感じで言うんですよ、こういう感じですよ。いや、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 シャペいいですか。あ、もう全然いいですか。サリーブの作り方です。いいね。じゃあ行きますよ、春馬さん。はい、これインカメラでしょ。インカメラ行きます。はい、チーズ。警察来ないかな。警察来ないでほしいです、ね、マジっすか。何これ言うても10人ほどなんでね、あのご迷惑かけるような形ではないと思うんで。これボタンさんが警察来ないかなって話を。ボタンさん、本当にあの通報だけはやめてください。通報はダメ。通報だけはやめすぎて。よっ、もう200人も方も見てくれてる。すごいですね。すごいですね。いや、これ一回あの落としますから。ちょっともうコラボです。入ります。ランブさん、ランブさん。これが、これだって。インカメですか。いや、まだアウト。あ、そっか。あ、今何人ぐらいですか。6人ぐらいあれじゃないですか。そう、出ますか。他の人たちは絡みづらいみたいな。あるんですかね。ちょっと待ってください。一回コラボ通知だけしますね。あ、了解です。コラボできない。あ、なるほど。また今度は高いもので。どうですか。声が入らない。声が入らない。あ、さつまいもさんいらっしゃいました。さつまいもさん、本当。あら、本当にもう皆さん本当に。お前ら12時には来いよって言ったの僕なんですけど、上から切り入れるから。
で、あとほら、援軍がラバさんとかだから。今、8個前。東急の入り口だけで。はい。甘宿り中心。でも何でもできない。バランドさんして、びっくりしました。行きたかったですよね。ありがたいですわ、本当に。ピラバルもできるし、ドラもできる。ああ、ミルクさん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 、ラブさんの撮ってください。カメラマンだけ。ドローンで撮ってます。ドローンで。ドローンで撮っております。本当に寝起きで。行きます。外に帰ります。俺こっち、俺こっち。撮りますよ、撮りますよ、撮りますよ。撮りますよ。撮りますよ。あー、あらあら、写真撮影始まっちゃってますよ。写真撮影です。パパさん、二日酔いですか？二日酔いじゃないよ。自分のカメラ顔撮ってない？大丈夫？なるほど。カモンですよ、もっと。そうですね。やばらかい。カメもね、だんだん弱くなってきて。さすが晴れ男の天気もね。綺麗、本当に弱くなってきて。心の持ちようだと思うんだ。今雨すごいよ。ここからですね、ダラダラでお送りさせていただこうと思います。テンション低っ。アルバムさんテンション低っ。冷静、冷静に。アルバムさん、アルバムさん、あ、もうシノさん、ありがとうございます。シノさん、ありがとうございます。ロイヤルミスキーどうかって。ロイヤルミスキー、あれのせいですか。もう落ち着いてる。雨、今ね、若干雨、どうでしょう、降ってますね。若干でも弱くはなってきてるかなっていう感じです。そうですね、うん、雨がさっき強かったのヒデさんが寝てたからですね。そう、僕今さっき起きたばっかりなんで、本当にこれでもかってぐらい急いで。そうですね、余裕なかなか余裕。これ縦の人はどう見えるんだろう。いや、縦も横にしても映ってるのは同じ。ムーってなるの。同じになるんですね。こっちの映り方の問題。なるほど。今横にした仕事で途中まで横になって一気にまた戻りました。行これ結構ラグビー。まだそっち行かなきゃいけないんですか。あいやー、すごいっすね。なるほど。今何人ぐらいいますか。ですね、今10名ほど、10名ちょっとほどいます。ひでちゃん、ドラクエやれよ。ドラクエやれよ。まあ、そう、今雨なんでね。傘さしてたらドラクエもできないっていう。ハイトさん映りますよ。どうも。すごい。どうも、第一号のハイトさんです。はい。第一号さん。イデオドラゴンニューというプランにいます。どうも。よろしくお願いします。皆さん顔出ししてくれて嬉しいですね。そうですね、本当に。よかった、よかった。よかった。頑張れ、オメガさん、ありがとうございます。おお。釣りたくりジョーク。ユートピアロ、ユートピアロ、ジョーです。よろしくお願いします。ドラゴンが多いね。いや、全然ジョーク。ドラゴンはすっかり雨で、すっかり雨でね、一人も来ないんじゃないかってずっとね、思ってたんですけど、雨の中、お仕事が悪い中ね、皆さん来てくれたりして。僕も何百も来ていただいて、感謝という。今皆さん周りがですね、もうちょっと後ろ行ってきます。フラクラの方でね、囲まれてね、もうこれ、これもうクラッシュオブクランの方でね、もうクラッシュオブクラン、もう全員そうですね。クラッシュオブクランのフラクラ T シャツおしゃれ、あ、揃えると思うね。あ、そうですね、ちょっといいですよね。俺らもサバトラこれ声聞こえてるみたいですか。でも早いやつってことよし、じゃあ合言葉を決めましょう。合言葉めっちゃ頑張った。クラッシュオブクラン最高っていう。おお、3人来ました。3人。ちょっとまだ顔出しはない。そうですね。大丈夫ですか。顔出し大丈夫ですか。大丈夫顔出し大丈夫ですか。いいですか。イエーイ、来てくれました。
れ誤解じゃないですけど、どう写真撮る、写真撮りたいですよね。お願いします。撮りたいですよね。どうぞ。写真撮ります。撮ろう撮ろう撮ろう。撮ればいいじゃん。持っていってあげるから。写んな写んな。いいよ。こんな感じで持っていってあげるから。なるほど。じゃあ早く誰か取りない。いいからいいから。何だよ。仕事ないじゃん。アシスタントいるんで。アシスタントでーす。じゃあカメラは？カメラは？カメラが欲しい。撮りたいのカメラ。カメラ。あもうあの誰かのカメラを。お願いできますか。はいはいはい。いいっす。ど真ん中俺。じゃあツイッターであげましょう。行きます。僕たちほら、あ、ちょっとこれが東京負けた気味なので両端で行きますよ。今日行きます。はいはい、チーズ。OK です。 OK です。コンティニューコインめっちゃ来てますね。あ、マジですか。もうゆっくりゆっくりしてて、もうあ、ここ今こんな感じになってます。続いてあげたくなかった。イエーイ、無理やりテンション上げてミルクティー効果。ミルクティー効果。思いっきりリアルな皆さんを待ってます。お、新しい方がいらっしゃる。顔出しか、顔出し。すいません、すいませんでした。申し訳ない。どうかから記憶を映してればいいから。困ったら記憶を映してればいいから。いいから、記憶を映したらいいんだよ。絵が持ちますから。いや、ほんとに。ショー。変更の？おお、さっきの言ってよ。まず選んだよ、名乗ってよ。ショーですよね。どのショーだよ。結構、いつも遅い。ショーさん、変更せっかで入れやすい。ありがとうございます。あ、なんすね。後ろ、クラメンが来てくれた。どこから来てくれたの？愛知から。愛知。名古屋と名古屋じゃん。すごいですね。すごい。さすが電光石火。電光石火さすが。さすがです。素晴らしいです。これこそクラン愛ですね。リーダー、かわいそう。ありがとうございます。ありがとうございます。写真とか撮れます。全員で撮れます。全員で撮れます。映れる人も上空以外でも。あ、ユートピアノジョです。皆さん、ユートピアノジョですよ。春パパさん映ってますが、ユートピアノジョです。一号です。誰も来ないんじゃないかなと。これみんな、いや、これから行きます。どうします、これ。映せるもの、ジョーに映せるもの。クラメンどこですか。すいません。クラーイが、クラーイが何だろう。はい。せっかくなんでみんなで行きましょう。こっち？行きますよ。はい、チーズ。OK です。今10人ですね、10人目です。10人目いらっしゃいました。呼んでくるんだ。僕たち大きい声でクラッシュオブクラの歌でも歌いながら、クラッシュオブクラの歌でも歌いながら、著作権だね。今あれさ、渋谷のハチ公前にまだいるんで、甘い宿り中です。グリップさん、すいません、早くからもう。全然早くねえだろ、1時です。全然早くねえ。だいぶ早い。朝から仕事してたもん。もうこっから3時間もいてくれるなんてありがとうございます。こっから3時間もいてくれるなんてありがとうございます。まだ寒いな。いや、あの寒い、早くから。俺寒いから、シャツ、嫌だって思って。めっちゃ寒い。昨日までシャツ用意したな。お、ポンちゃんが逆からツイキャスで、今こちらに向かってるツイキャスしてますよ。ポンちゃん、ポンちゃん待ってます。あんま大きく言うとね、ちょっとトラブルになる。トラブルあるんでね。僕、ジョー君が代わりに行こうかなと思って。すごい。ポンちゃん、どこに行きます。ポンちゃんの喋ってたと、これは…お、おいた。ここら辺なんで、絶対に。いらっしゃい。いらっしゃいましたよ。集まってきましたよ、今。すごいですよ。すごいですね。たくさんたくさん、春本さんいらっしゃってますけど、そうですね、どうですか。いやね、こんなに雨の中、ポンちゃんを探せしてきます。了解です。ポンちゃんを探せ。ポンちゃん。
本ちゃんさん、こんなに雨の中ね来ていただいてすごいことです。そうですね、本当に傘ささないんですね傘ささない、ちょっと傘ささない、分かんないですよ、分かんない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 、これ手振りがやっぱ結構あるんですよ。そうです、やっぱりなのでそろそろ徘徊しないとやばい感じですかね。どうですかね、ちょっとおまわりさんが喫煙所を伺っております。喫煙してこようかな。そうですね、そうですね、なんかいらっしゃいますね、たくさん。なんか、まあ、一応カメラに映したらいいですね、なんかあった時に。ということでちょっと今ね、もんちゃんさんと、あー、いらっしゃいました、いらっしゃいました。一応顔出してたからね、危ないんで。到着です。こっちです、こっちです。おー、大丈夫ですか、顔出し大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあちょっと失礼します。いわゆる女性の方、もんちゃんさんですよ、もんちゃんさん。ほんちゃん、ほんちゃんさん、もんちゃんさん、もんちゃんさん、はい、ちょいちょい滑舌が、あらす、ありがとうございます、ありがとうございます。以上でーす、またでーす。あ、すごいですね、やってますよ、なんかやってますよ、皆さん、クラクラ、ラムさん、ラムさん、クラクラ楽しんでますよ、普通にめっちゃ楽しんでる。今めっちゃとりあえず出し出してます、多分シールド買っちゃったよ一日シールドです。あー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ほんちゃんさんですね、ほんちゃんさん、ほんちゃんさん、あれ、そうだよね、どうなんですよ、おまわりさんが、ほんさん、おまわりさんの視界に入ってる。多分みんな来ると思うんだよ。すごい、うちのクラメン来ないんですかね。うちのクラメン来ない見てもいないのね。そうですね、ちょ、うちのクラメンも来てほしいですね。関東勢めっちゃいると思うんですけどね。てか前お伺いしたんで、ゴエモンさんってなんかペッカの中身の、ああそう、イロニンさん、そうなんですよ、そうそうそう、そうなんですよ、この近くなんで、はいはいはい、まあまあまあ面倒くさいんじゃないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、見てますか。ペッカで来てほしいですね。ペッカ、ああ、いや、それはすごいすごいですね。連れて帰れそうです。もうすごいですね。もう、すごいね。カメラ大丈夫です。カメラ大丈夫です。ねえ、ほんとに。あ、はじめまして。名前は大丈夫ですか。名前は大丈夫です。でも、ここら辺バーって映しちゃうかもしれないんで。そしたらもう、通行人のふりしてください、ほんとに。なんと。顔は映ってませんけども、名前呼んじゃっても大丈夫ですか。ポンタとか、ポンタさん、ポンタさんいらっしゃいますよ。顔はね、どうで NG ということで。あ、ほんとさん、ほんとさん、ほんとさん、お手手、お手手、お手手、はい、ちょっと、すいません、お疲れ様でした。いや、すごい、すごい、いらっしゃいましょう。危ない、いろいろね、放送事故ありますんでね、ほんとに。ほんとに、今インカメラ危ないですね。ポンタさん来ましたよ。ポンタさんいらっしゃいまして、グリップヨコさんいらっしゃいまして、そしてもうたくさんの方が、そして全国セクタージャパンさんのショウさんとかね、もうすごい、もうすごい。はい、ポンタさん、ポンタさん、はじめまして。え、いやいや、どうも、顔です、顔です。俺らがよく顔でポンタさんと会えたばっかり。すごいっす、すごいっす、すげえ、すごい話だ。カメラワーク気をつけないとダメです。皆さん、ポンタさんのもうやばい、すごい興奮してる。大ファンです。ちょっと嘘つきましたけど大ファンです。今日から大ファンです。それ画面で、すごい。カウントしてますか、カウント。あ、今カウントしますよ。相当来てます。100人分ですよね、ポンタさん。100人分。危ない危ない、ポンタさんが怖い、ほんとに。まあ、通行人用意してるから分かる。そうですね、びっくりしちゃった。まさかの初めてじゃないですもんね。そう、ゲームで。群馬の人、すごい。あ、群馬さんのクラブ来ましたよね。あれ、群馬さん、入っちゃう。群馬さん、さっき写真撮って、そうですね、一人で来てくれると嬉しいですよ。嬉しいですよ、一人で。本当に嬉しい。いや、もう今度からありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、カメラチラリ。ヒデさん何度か間に合ったね。そうなんですよね、そうなんですよね、うん。
放送事故期待って言ってますよ、ちょっと放送事故はダメですね。ジロリ、すごい、すごい人数ですね、今今、いや違います、もう来てくれた方が嬉しい。ちょっと黙ってて、真面目な話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 、すごい行きたいけど遠い、あーなるほど、そうですね、まあ、渋谷、まあまあ、皆さんどこ住んでんすかね、本当に、逆に、まあまあ、逆にどこ住んでんすか、逆に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 はないいやすごいどうですか、まだあれですか、あちこ前ですよ、すごいいいですか、これ映さない方がいいですね、これは。いやダメ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 、ねえ、すごい、ちょっと待ってください、これすごい、これすごい、クラクラ、クラクラ階段開いてますね、レジェンドの横さんが主婦になっちゃう、きっとそのうち、ああ、なるな、だったら、もうクラクラ交差っすね。あ、すいません、お邪魔して楽しいよね。お邪魔して申し訳ございません、ほんとにそうなんですね。いや新潟、大阪、やっぱ大阪の方多いんですね、やっぱり大阪多いんだよ、ほんとに大阪多いんだよ、大阪多いんだよ、大阪近いわ、大阪、大阪 TOC だわ、リフがリフが出るんだよ、すごい TOC が リフが出るんだよ、 TOC は T シャツ着ていただければいいかなと一人が兄貴、キョキョ君が TOC の T シャツ着てなんか大阪でなんか結構イベントやるらしいんだけど、いやーいや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 ーってこっちの方がああって大阪でも人数多いめっちゃ関西で本当に多いですよ、あーまあそうですね、キラキラっていうかもうすごいっすもんね、関西人が多いです、そうですね、なんか個人個人ですごいなんか知り合ってこない方々が今喋ってますからね、クラクラについて、まあクラクラ1個あれば、まあ、俺らは6時間まで話してる6時間まで、もう、まあ、初めて会ってもね、そうですね、さすがスクラクラ、ほんとに美味しいですね、どうぞ、うん、岐阜、あーすごい、皆さんこうね、なるほど、あ、聞こえてますか、逆にマコトさんの声聞こえてますかね、俺の声聞こえてます、お、今行きます、お、猪俣さん、あ、猪俣さん、ツイッターリプライありがとうございます、もう待って、今まだですね、ハチ公前の、まあ、ハチ公前で雨宿りしてる最中なんで、まあ、了解しました、いや、もう、いや、すごいバーって、これ、どうですか、ウォンタさんと一緒に顔を見せておいてください、ここら辺映したいんで、ナムさんのやつさ、ウォンタさんの対戦村、ナムさんが聞こえたやつですよ、すごいすごい、殿下の村のなんか真ん中に見合えてる、とりあえずすごいっすよ、本当にねえ、からちょっとこれのリアトス来てくれた方に絡もうと、俺も今それにしてる、絡もう、まこれへい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 、じゃあ絡みましょう、僕たちも喋りたいっすよ、本当にねえ、これサブ、みんなも今雨降ってるから持ってこなかった、あ、危ないシールド中ですか、そうそうそう、こっちもシールド中、両方かけてきた、なるほどなるほど、どこの国、あ、言いました今ね、シールド中だけど、もともとあのみんな一緒にやってるっていう、同じタイミングで始めたんだ、俺あと1時間で切れるから僕シールド中18分で僕シールド切れる、やばいやばい、ここで公開で回しますよ、180だ、おーすげーすげー、マジっすか、久しぶりに見た、ランス4700超えてる、そう超えてんの、今超えてんの、タイタンの話してますよ、タイタンの話、抜かれる、あーリナさん、あれイベントあるでしょ、抜かれる、あるでしょ、タイタントーク、そうなんですよ、いやすごいねえ、どうですか、村診断しちゃいます、公開村診断、イエイイエイ、
これ絶対回さないと思う。これね、分かんないっすね、分かんないっすね、分かんないっすね。顔映しかじゃないっすね。見してください、見してください。いや、ランカーダメだし、どこでも回るよ。なるほど。意味がランカーいいっすね、こう、でも外出しっていうのが分かってますね、グランカー。そうなんですよ。こうやって、こうやって、さばけいやーね、ちょっと見たら見ちゃう、ブラ診断しようかな。診断できるほどね、腕ないんすけどね、ほんとにね。ほんとに、いいっすか。これは決まる、これ僕も使ってません。あ、ちょっと違うな。あ、これあれですか。あれ今、リオトモのクラウン。あ、今修行じゃん。喧嘩しないんですか。喧嘩しないんですか。ただの修行中です。あ、修行中。いや、ドラだね、ほんとに。こんな相手ね、僕も使ってたんですよ、確か。あの1年2ヶ月ぐらい前の動画見たら僕もこんな感じです。1年ね、経てばもう僕もみたいになりますよ。分かんない。1年でも冬休みとかね、人間やめて暗くらしてたんで。そうですね、人間やめれば日が目塗れます。あ、そう、朝起きてね。あー、次の方、次の方来た。暮らしいんだ。あ、みんなタウンホールあっちなんですね。あ、それ絶対面白いじゃないですか、それ。今一人タウンホール行く。ちょい、タウンホール行く。今開けてる。なるほど。いや、タウンホール8絶対面白いですよね。なんか皆さんドラなっすか。僕はゴレ系。ゴレ系ね。これまだゴレ解放してないんで、ジャイビズやった。なるほど。あ、ジャイビズいいっすよね。翔さん。翔さんはもうガチ系な感じで。もう。今、とりあえず3つ。アカウント持ってて、ドヤ顔で話してる。3つアカウント持っていらっしゃる。翔さんは今電光石火でめちゃめちゃスパルタ教育を受けてる。おお、そうなんすね。ツイキャスで1時間ぐらい説教されながら鬼軍曹に。ねえ、本当にいろんな人に絡んでいこうかな。あら、ヨコさん、どうもどうも。さっきからずっと絡んでました。本当に。いいじゃん。ちょっとサブ持ってきちゃってますね。サブアカがトロフィー4800ですよ。なんすか、ちょっとそれを。すごいですよ。すごい方です。僕の最高トロフィーよりも高いです。コアカ3位かな。コアカ今日の3位かな。いやいやいや。レジェンド。リアルレジェンド。リアルレジェンド。行きたかった、今から来ればいいのにね。今からかもんすよ、今からかもんだよ、本当に。噂のポンタさんは、ポンタさんちょっとそうですね、フェードアウトしていきましたね。いや逆に外結構賑やかなのに声聞こえるんだね。そうですね、すごいですね。iPhone すごいですね。寒いんで嫌いよ。でもないですね。うわ、寒いです。お着替え、俺だけ持ってるユニフォーム。出た。おー、ガチガチか。ガチ系、ガチ系、ガチ系来た。ジャパン。ゴディックドメイトーズ。ちょっとクラメを触れる。電光石火ジャパン。電光石火ジャパン。そうなんですよね、本当にもうたくさんの方に。まあ今ですね、あれですよ、渋谷のハチ公前でまだですね、開催していらっしゃいますので。今、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,67,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
あれどこのクランさんでしたっけ。イデオドラゴンニューというクランに。クラン宣伝しちゃってくださいもん。イデよ。まあどんどんもうファーミングでも援軍もがい放題なんでぜひ来てください。来てください。お願いします。何でしたっけ名前。タイトコさん。イデタイトさんのイデオドラゴンニュー来ましたよ。来ましょう。それイデオドラゴン来ましたここボカス。あ、作ったもん。だからあのユニフォームです。上がヘルシンキ。あ、ボンさんいないですよ。世界に一枚。そうそうそう。世界に一枚。あ、行っちゃいました。あ、ボンさん。あれ？さっきあの女性の方ですよね。そうですね。あのハモさん、ハモさんって方がいるから向かいの。ハモさん。あ、ハモさん。そう。まだまだいろんな方がですね、来てくださるという。ボンさん。なるほど。ハモです。ボン。ボン。ハオさん、声向けてくれます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。しばらくの仲間。タバコ吸ったら、はい。タバコさん、タバコ吸いに行ったんですか。誘ってくださいよ。今タバコ吸いますってキヨキヨさんに何回も聞いたよ。全然ジョー君とはいいや。カウントしてください。カウントしてください。あ、カウントしてください。おー、さすがです。
このユニフォームで、日本代表 T シャツですよ。あらあらあら、世界に1枚の。そうです、日本代表。実はもう1枚は今好きだよ。あ、へぇなるほど。選挙して、1名の中にね。プレゼント寒いなと思って。寒いやつ。写真撮ってます。なんか怪しげな、怪しげな取引を。おっさん、おっさんってなんて、お兄様方が。そのポロシャツいいな。これはもうすごいかっこいいと思う。かっこいいですよね。普通に普段着としてもいいですよね。後ろなんか書いてあるんですか。あ、秀康って書いてあるんです。おー、本物だ。本物。あ、秀康さん。ナイス49%。ナイス49%。それはもうね、これ49%って入れてほしいですよね。無視。電光石火にしたいですね。僕はもうロジドネの一員なんで。なるほど。僕はロジドネやろうとか言ったらアイスかもな。そうなんすよ。あー、はいはいはい、ラジカラジカ全員の出演。いやー、何時ぐらいですかね。40分ぐらい到着。おー、300人弱の方が。うわ、三尾さん、お疲れ様です。お疲れ様です。すごい、歩いた。東新宿から。見つけたよ、新宿から。お、見つけたよっていうことが今新宿に加藤です。あれ、まさか1時間、2時間、3時間。新宿からだったら、まっすぐって明治通り降りてくれば1時間、2時間ぐらいか。いや、1時間ぐらいかかからないぐらい。あ、ほんとに足長いな。足長いんだな。え、でもそうしたら渋谷早く来てすぎだろ。で、隣にお前の南部さんです。すごいですね、本当に。あの、コンセプトさんが大丈夫です。うん、はい、はい。行って、充電して。うわ、嬉しいっすね、本当に。嬉しい。あっちこっちでツイキャスが始まってます。まだ始まって30分ちょっと。そうですね。大丈夫です。皆さん、佐藤さんって言われます。あ、売名来ました。あの、三尾さん、今がチャンスですよ。あ、秀康さんのツイッターをフォロー。あ、そうそうそう、自動的に流れるように作った。なるほど。もう定期分で。なるほど。30分に1回ほど流れますんで。小林さん。あ、村進太しましょうか、グリップさん、僕が。本田さんもいらっしゃいますか。本田さん、今どこですか。レジェンド、レジェンド村進太しますよ。あ、ヒデさんが。レジェンドです、レジェンド。強いですよね、ヒデさんがレジェンド横さんを。いや、同じ配置使ってました。さすが。村隠さねえし、あの、めんどくせえからやってらんねえ。一門のものです。情報が同じ。本田さん、ありがとうございました。なるよね。本田さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。いや、本当にすごいな。なるなる。みんな、でも割とデフ狙う、見るもんね。300人ぐらい来てる。300人ぐらい来てる。リアルタイムで今300人。合計、2000人ぐらい。うわ、すごい。その数字見たことない。多分俺の予想ですけど、あと1時間ぐらいしたらもうここの全部。ここやばいっすね、もう全部は。奪っちゃってるんじゃないかな。移動ってどうしますかね。いや、ちょっと今雨の具合は。そうっす、雨が相当降ってるんで。ここで、ちょっと強くなってる。雨が、雨です。でもさ、なんでこんな日にさ、雨降るのかね。あっちの方で。最初は渋谷なんだよ。よく使うんだよ。なんで雨降るのかね、こんな日にね。ロウさん、ロイヤルミルクティー飲んで、ロイヤルミルクティーで、テンションも低く出してこないですよ。ちょっとね、時間かかります。ロイヤルミルクティー効果が失れるのかかります。まだまだ落ち着くし、ね、アイニーさんお疲れ。アイニーさん、昨日ありがとう。小林さん、小林さん、あなたの小林さん、今日は小林さんいらっしゃってます。俺です。完全俺です。小林さんいらっしゃってます。橋山さん、お疲れです。
予想に反してですね、もう2、30人ぐらいかな集まってるということで、はい、本当にありがとうございますということですね。私ちょっとロイヤルミルクティーのせいでテンションが上がらないんですけれども、頑張っておりますということで、はい、ぼやきです。サインもらわ、あ、サイン初めて、人生で初めてサインしました。イエーイ。サインさせていただいて嬉しい限りです。このクラクラでジャックしたどうすか、皆さんどうすか、早く行きたいよ。みんな今ランブさんとグリップ陽子さんとかレジェンドとかランパさんがみんなの村シーンとかしてくれてる。すごい贅沢、ガチ村シーンだ、ガチランカーがガチ村シーンだ。全然遊んじゃってください。みんな楽しいことがあるでしょ。いや、ない。反語ですよ、反語、反語で。なかなかランカーさんが村シンダーってないですよ。ないですよ、僕たちがいくらでも村シンダーしますよ。もしも、いくらでも。おまれのランブが有名になったきっかけって、防衛が強いっていう元はというやつ。で、攻めはやっぱ相変わらずの49番なんですよ。俺防衛のランブって言われてる。俺防衛強いの。いや、思ったことないの、俺の目すぎて。ない。ないよ。結構毎回クラメに怒られてる。相手の問題だなって。クラメにめっちゃ怒られてるからね、ベース変えてくださいって。本当にやる気あんのかって。いやいや、めんどくさくてねーって。僕が適当に。
ペローンということで、ペローンということで、忙しいです。あーどうも、トミーさんの真似してた。できない、できない。トミーでも真似してた。トミーでも真似してた。ラムさんも。いや、やっぱトミーさんの真似したら一番有名は僕なんだよ。声拾ってますか？拾ってますよ、拾ってます。こんにちは。娘のトミーです。似てねえ。ひどいな。肌がそのままでしたね。ごめんなさい。あ、ほほ、トミーちゃん。ああ、本物です。トミーちゃんの生まれてたの俺ですよ。トミーちゃん、おはよう。今日なんか頑張ってるよ。あ、シャクラー。お、みやびさん、みやびさん、よろしく。なんか、本人いる？本人いる。本人いる。どうも、路地止めのトミーちゃんです。今トミーちゃんのモノマネやったらトミーちゃんが出てきた。ちょっとね、カメラは NG なんですけど、ちょっと待って、もっと待って。あのですね、ちょっと外人の方来たんで、ハーブしてね、ハーブ君が好きな、ハーブ君が好きな。そういうことか。フラッシュ僕や。こっちターンしますよ。いや、ダメ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 。ハーブ君、ハーブ君バス、オルソー。安倍晋之助っすね。そうそう、外人のね、外国人の方ね、いらっしゃったんでね。ちょっとクラッシュオブクラン。外国人の方いらっしゃったんで。どこにあれあれいないよ。大会始まったら、後ほど。まあ、多分、しばらくは。覇王さんでした。覇王さん、でっかいんすよ。イケメン、イケメン、美女、美女とイケメン、清水さんとおっさんの僕、すごいっすね。大体2000人ぐらい来てますね。そうですね。あ、でもツイキャスは2400人。おお、ツイキャスで、ありがたいです。なんか、あ、ネズミみたいなの来ましたよね。ネズミが、あ、チューチュースタンプ、チューチュースタンプ。あ、チューチューさん、レイジの発音をウェイズ。眠いっす。来た来た。あらららららら、どこからやっちゃったの？顔出し大丈夫？大丈夫です。はい、映します。写真も撮りましょう。いや、いらっしゃってくれましたよ。すみません、本当に。もう遠くから本当の雨の中。これ、何ですか、こんな。どうするんですか。ジョギョさん、興奮しております。興奮しております。やること、王様ですよ、僕は。僕は王様だとおっしゃっております。僕は王様だ、王様だとおっしゃっております。王様です。王様の清様です。王様です。リアル競技の座だ。マジで、マジで、全然飛んでるんだ。マジっすか、マジっすか。そのまま夜ぐらいに、はい、王様です。キヨキオシャンは王様です。あ、ミョンジさんがね、まあいろいろ。うわ、本当に言ってるし、いきなり来たし、自分の名前をいきなり言われたから、渋谷行こうぜみたいな感じで、え、どこにみたいな感じですよ。ねえ、ちょっと、ね、ちょっと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 、ちょっ
はい、早口言葉、早口言葉、早口言葉なんてねって言うんだよ。雨がすごいですわ。外カメラです。取り合いですね、これ。取り合いです、はい、ここから僕のまったりキャスになります。雨すごいんすよ。雨ね、ほんとすごい。やまない。もうさ、昨日まで耐えてたのにさ、なんで今日雨降んのっていう感じで、ちょっとね、もう本当にミルクティーでテンション下がるわ。楽しいか、楽しい。寒くもない、寒くもない。あ、ちょっと追加使って歩けない。そう、歩けないんですよ。いや、ミルクティーをね、さっきね、収録前飲んだら落ち着いてきちゃったんですよ。ロイヤルミルクティーで、ね、心が落ち着いたんですよ。トミさんの真似はできない。トミさんの真似なんか押したことないしな。踊って、どうですかこれ、どうですか、オメガさん、オメガさん踊ってます、今どうですか、好きなだけユニットを遊んでください。どうすか、みんなと話さないの。ここで新企画ですよ。やばいやばい。皆さん、誰でしたっけ、あれ、小沢さん、スピードワゴンの小沢さんが目の前にいます。あの、リアトツに来てくれました。リアトツに来てくれました。本物だ、本物。リアトツに来てくれました。芸能人は絶対映しちゃダメ、映しちゃダメ系、映しちゃダメ系。うん、小沢さんですよ。本物ですよ。写メ撮りたい、写メ撮りたい、写メ撮りたい。もう誰ですか、来て、どこですか。ガチ系、ガチ系、ガチ系、ガチ系ですよ。まずか映しちゃっても大丈夫なんですか。ガチ系の撮影入ってます。宇沢さん来てます。あのスピードワゴンのあの甘い方の甘い方を言うかと思ってで、今ちょっとあのカメラとか向けちゃダメらしいんで、今下の方に向けております。こんなことあるんですかね。ちょっと放送まずいよね。そうですね。こっちの方で映したらね。どうすこういうところに映しちゃダメだから。そうです。まさかの小沢さん、いや小沢さんで会ってますよ、ね、Twitter のネタになる。俺も撮りましたよ。もうハルパパさんのあれ保存して僕も Twitter つぶやいてます。こんだけ俺やりますよ、これ。やばいっすよ。使えてもらっていいっすか。だったら俺撮れますよ。いやカメラも来てて、ガチ音声さん、ガチ系ですね。何チャンネルがあってるやつですか。そうっすね。やばいっすよ。やばいっすよ。ねえ、カメラそうっすよ。やばいっすよ。スピードワゴンの小沢さんですね。甘いってやつですね。甘い口調で。甘いの相方です。ずるい、そうやってずるい。ずるいんすよ。入れてくれない。春子さん、写真撮りまくってください、ここら辺。あ、そうですね。後です、今も。あの後であれしますからね、今日。すごい。まあでも、あのカメラさんね、もう今どっかまたリポートしに行ったんで。この感じでーす。この感じで今皆さんやってまーす。みんなクラクラやってまーす。やってまーす。やってまーす。いや嬉しいな本当に。ちょっと4人で話しますか。そうですね、4人で。僕もしますよ。今回出てる。ゆえちゃん。おい、冷やす。はい、どうです。おー、すごい、また来てくれた。清さん来てくれた。すごい、また来てくれた。すごい。
村診断やったりあのレジェンドの方に村見てもらったりって、そんな形でね、本当によくさんが来てくれたのやばい、そういう感じで今感じで2年間盛り上がって、もう熱気ムンムンで、こちらも普通に面白いこれ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 晴れてね、もちろん東京から始まり大阪行け、日本ブラル旅、北海道行け、おお奥さん許してくれるかな、そうだよね、そんな感じで、ね、できたらね、でもそうですね、あと触れ合いながら、もう本当晴れてたらもっとね、渋谷を徘徊したりして、俺たちを探せみたいな、ああ、楽しいですね、やっぱ日頃ツイッターとか、やっぱクラクラの中って顔が見えないゲームの中で、だからやっぱプレイコミュニケーション、でも多分普通の人よりもいっぱいコミュニケーション取ってるはずで、そうですね、大丈夫大丈夫、東京ゲームショーでペッカの中身の色にさ、顔大丈夫ですか、顔大丈夫、ペッカの中身って言っちゃうんだよ、ペッカの中身って言ってんのに、オッケーだよ、オッケーですか、すごい、ペッカの中身のイオリさんです、おー、ペッカすげえかっこよかった、話題になった、話題になった、あれすごかった、オナムスジャパンのサブリーダーやってくれてます、そうなんですよ、クラッシュオブクランの中身のペッカもイオリさんです、ペッカなんです、人来てんの、今、ここはで今他にどっか行ってる方もいて、ジョーさん、ジョー君、あいなくなった、ね、ちょっといない人もいます、あれがグリップ陽子さんって、レジェンドの方、レジェンドの方、で群馬の方とか、あとは名古屋国際連合軍の方とか、パパさん、はい、そうなんです、ちょっと雨模様で、よかったね、いっぱい来て、どうですか、あれですかね、違いますからね。入ってくれます、この後どうしますか、そこが抜けないのすごく悩んでる、今ね、ずーっと考えてて、この後どうやって行ったのかな、このまま4時までいるのか、それとも、なんかね、行くのか、ちょっと見直しましょう、まだ国民だけでも15分しか、どうですか、どうですか、シューキャスも今累計3190人、ヒロニさんですよ、東京ゲームショーでペッカに入っていた方の中身の中身こういう風に映るんだね、そうなんですよね、ヒロリンさんはあの 公式のツイッターにも出てましたよね、そうです、写真としてあれはすごかったです、じゃあ次の俺了解、了解、OK です、
緒にマック行きますか？え？一緒にマック行きますか？いや、ちょっと人が…あ、そうなんですね。あ、わかりました。わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。わかりました。また後で連絡で。はい、わかりました。いやベッカの中身ベッカの中身ベッカの中身言っちゃったかったすいません、あるのあるのそれちょっと写真とかいろいろなかったあと僕用に容量大丈夫容量容量大丈夫容量大丈夫動画とかで撮っても大丈夫そのなんかあの動画大丈夫来たこれをやったっていうのを残したいんですけど動画質なんで残したいんです本当にあ、そう、イケメンでした。すごい男前の方ですよね。ヒロミさんか。誰ですか？ヒロミさんもですか？何処方ですか？とりあえず、広島では考えてました。これは着くまでに終わっちゃいやいや、終わんないと思うんだけどあと3時間か。なんかやっぱ、ツイキャスをしながら。アルゴさん。今何て言いました？今何て言いました？いや、展開が欲しいですよ。展開それはずっと考えてるんですけど、本当に。これはもう僕の出ます。展開で。展開で言えば僕の出ます。僕なんかやらかしますよ。いやいや、あの、ずっとここにいるのか、それとも代々木公園行くのかとか。いや、雨がね。ここだったらとりあえず濡れないからね。まあ、そうですね。いや、50人超えたら歩きますよ。まあ、そうですね。50人超えたら歩きますよ。それもダラダラでここに行ったの。先ほどフェイクターの中身と色に行ったの。あ、でも迷ってます。レインズですか？レインズですか？もうあれですよ、山手線の渋谷駅の前の八甲前です。行ってくれれば、僕あの、本日付で確保してるんで。それで寝ますか？あ、ラムさんあれですね、あのパーカー来ましたね。パーカー来ましたね。羽織りましたね。寒い、寒い、寒い。50人超えた。え、なにドラクエ、あ、ドラクエ1列、1列7文字。ドラクエタイム。よりさ、クラクエ、よりさ、クラクエ、全部消さないでください。あ、よかったです。よかったです。で、できれば送っていただいて。このスリープ、コンピュータ素晴らしくない？そのくらいじゃ、もう素晴らしい。素晴らしくない？エジェントの方が、今、サウィーの方が。見てくれ、そんなことないですから目玉イベント一回用意してくれる東京ゲームショーですごいんじゃないのかっていう完全に皆さんが楽しい俺もしたいぐらいプロですプロすごいですね、もうコンタクトも来てくれるしいろんな方が来てくれる本当に開会式一緒ですか今では自分と付き合わせのパペットをして当時にしてないです3800円あはいはい今渡しても渡ってそうでしたあ、適当に適当にもうもう読みだからあんなもんやっぱり今日はイベントからだったおぉ今日は女子夢だみんな楽しそうですエメ使い放題でもエメ使い放題あ、マジですかエメ使い放題の1000円しか入ってないよ使い切るよかったな今日株やっていっぱい持ってきてよかったなこれはすごいですねあれですよ、東京ゲームショーの時のエメ0円タブレットと一緒ですよ、これそれ貸してますわ、もう実行者として、せめてくれということにしていいなんかやってますねちょっと外カメラにしてあ、上行くぞそこだからダメだロケットのサブアカが今7になったばっかりでこれ一番大事です空流しミッシュがありますよ、本人はいけないよ、絶対だしまあ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 、大丈夫どこ行くのここ何人がいないって言うのね優秀ないあ、ここ行けと下かけてきますね怖い怖い怖い平成何でしたっけ平成ジャイギー左が左の投球側ですよ。そう左の投球側です。行きまーす。24番行っちゃいますよ。中島君。
怖い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 ガチで解説しないよ解説はじゃあ行きますよもう、すごい光景です早いよありがたいですねまあ、ありがたいないんですけどコンティニーコインありがとうございますダイアントは今までマックス乗り込みましたよナイスエングナイスエング何やってんのそうですそう、状況さんがやってるのを生で生実況ということでやっておりますさっき起きました、モナコムさん、おはようございます分かんないけど、ね、飲んでて酔っ払ってうわ、いけいけ、これビザードもちょっとお前あ、向かってますあ、ビザードだれヒロチさんお前、行ってこ、お前のバカ本当だよ、浜モンタさんも向かってます早く着きたいということで待ってますこれ、クレジットカードの飯、すごいことやってたなんか取ったみたいですねまあ、いいかもう人にしてないわ全然いろんな人来てますよ酔っ払いながら多分やったんだろうけどいやー、こんだけみんな集まってくれるもんなんですね。ありがたいことですね。うちのクラメン来ないのかな。うちのクラメンいないかな今。冷たいわ。クラメン冷たいわ。あれうちのクラメンだけじゃないの来てないの出た出たそういうやつあでもさっき覇王さん来てくれたからいっかこれ今名古屋の方なんですけどね元サブリーダーですねどっか分かったいや別にあのそういう場所じゃないから別にあの渋谷駅の山手の渋谷駅のハチ公前ですよ普通に普通のハチ公前、こんな感じもう誰でも分かるよね、東急ハンズは甘やるおっと全員キックしないで全然いいんですよ俺ねダラダラであっヨミさんお疲れ様ですまあね、ダラダラですよ、これ、まあ、3時間あるからね、あとね、まあ、ダラダラ行きましょうよ、ダラダラ。そうですね、ハチ公前の東急前です、ね、そう、今、雨宿りしてる状態なんですよ、そう、やっぱね、雨が降ってるからね、なかなか動けないんですよね、やまないかな、やめばね、練り歩けるんですけどね、まあでもね、実際そんなに。混乱するほどはないかなっていう感じなので、まあ、雨止んでほしいね、本当ね、雨止めばね、いろんな景色ね、楽しむことができるんですけれども、代々木公園とかね、そうなんですよ、雨止んでほしい、着くまでそこにいる、大丈夫ですよ、います、大丈夫ですよ、いますよ、まだ全然動く予定ないので、そのまま。とりあえずステイですあーお疲れ様ですあお疲れ様です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 えっと行っちゃっていいですよ今追加してます何も言わない何も言わないあちょっと大丈夫ですかはい今大物の方が来ましたけどちょっと名前はダメ大物が来ましたということで来てますそれもなしあ、NG あ、行ってもいいんですか、はい、OK です今皆さん、皆さん、なんとですね今、クラッシュオブクラの運営の方が来てくれてますはい、運営さん、顔出しは今日顔出し NG ということでこっそりね、応援に来てくれてテンションが上がっちゃったら素晴らしいですねランカーさん、本当にレジェンドリーグの方とかこれレジェンドのグリップヨコさんご挨拶ということで運営サポート選手があると
すごいね。運営さんが。カメラは今日はやる。カメラはそうですね。いやーすごい、ね。大イベントになってまいりました。すごいね。いや嬉しいですね。公式さん来るかな。そうなんですよ、ね。さんのところではお茶いただきました。あらわあ。入る方がいる。あ、MSK 頼んだ。ありがとうございました。お茶です。はい。ありがとうございます。さすがランブさん。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう暖かくなります。最高です。あれはリアルお茶ですか？リアルお茶です。ああもういや。あやたか。あやたか。お茶いただいちゃいました。あれちょっと。お茶追加。メーカー名はちょっとあれですけど、お茶いただいちゃった。メーカー名。初めてお茶いただいた。皆様あのできればお茶投げてもらって。投げますよ。はい。お茶投げてもらって。皆さん。はい。おー出た。これでかい。49%が。今ここでね遊べるアカウント1個用意してるんですけど。ガンブ派でした。ガンブ派でしたね。49%見事だ。リア突中の 49% おめでとうございます。49% そして番組に参加したために。今リ僕まで遊びます。リアとちょっとみんなに行くかな。やってみたいって言って僕のアカウント今みんなに行くかな。あの時のおっしゃるまだ持ってます。ツイッター上げてくれないんで、ないんですよ、僕のが。例えば。ゴンタさんは、もう今お帰りになられましたね。ゴンタさんは遊んで、もう全然カチコチに笑み使ってこれツイッターに。あ、本当ですか。価値ありますもんね。これですよ。最高ですもん。近くでやってる人ならわかるだろう。で、僕もう11時半から撮れます。誰も触れてくれないって。このシャツ誰も触れてくれないよ。俺ら11時半くらいから今。そうなんですよ。あれ僕らね、グラグラして生ただの邪魔なんですけど申し訳ない。もう血みたいなね、もう舌打ちばっかで本当に。いや嘘ですよ。
リアル神のフリーズ発動しました今。あ、いいっすね。天才です。いやこうしてね、皆さんこれ友達かと思うと思うんですけれども、友達ではないんですよ全員ね、まあ、全員というか、まあグループありますけれども、おくらくらを通してこうしてね、もう仲良くなっちゃう。ブラッシュオブグラウンド、ブラッシュオブグラウンドねえ、本当に。あれランブさん、ジョー君、ジョーさん、あ、ジョーさん今お取り込み中ということで。ラムさんどこ行っちゃったの？ラムさん今なんか昼飯買いに行ったみたいな。今ラムさんは何を買いに行った？ラムさん、わかんないですけど、何いるみたいな、ジョー君みたいな。ジョー君、はい、あ、写真撮影です。ランチャー、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 みんなで、あれ？ランチャーは？ランチャー今買い出し、買い出し？ランチャー何やってる？今いるのは編成が出ちゃう。社内用だから。オッケー、絶対公開されない。公開してもいいです。しゃがんでもいい。やってやるんだけど。いや本当にね、こんだけ、あー、危ない危ない、こっち、なるべくこっち、ね、本当に、あ、バッテリーがない、ごめんなさい、ごめんなさい、バッテリーね、そうなんですよね、ドズルさんはね、やっぱりちょっと予定が合わずということで、そうなんですよ、本当に。で、トミーさんはちょっとボストンということで、もうまあ予定が合わずということで、本当にそうなんですよね。はい、ちょっとバッテリー、藤田さん、あ、攻め中ですか、大丈夫ですか、バッテリー 20% になっちゃったんで、あ、すみません、いいですか。ジョー君、はい、時間大丈夫？時間ですか、あと多分11分くらいです。11分、ジョーさん11分で設定させなきゃいけない。これはあのクラッシュコンに参加された方、みんなに配布されたバッテリー。じゃあちょっと、クラッシュコンすごい、これクラクラバッテリー、これもね、クラシコンに行った人しかもらえない。なるほど。行った人は全員配られてる。フル。バッテリーが配られるっていう。どこ押せばいいですか？もうね、ペッカはヒーローの先に出して、で、ペッカ、猫が出すと、猫のバッテリーが出ます。オッケーですか？ありがとうございます。こんな感じで、で、その後できたらね、どうしてよかったんですか？ちょっと、大丈夫ですか、そんな。ありがとうございます、本当に。一体の充電は写真とかって、もっとハリバオさんとかいろいろ撮りたいですよね。あ、まあ、撮りたいですけど、そうですよね、まあ、後々、あ、まあね、グラってるんで大丈夫です。あれ、ちょっと待って、またリアトシア来たんじゃないの？あれ、大丈夫ですか？どうですか、あ、違ったら嫌だな。いや、どうですか、大丈夫、顔出しないですか、今ツイキャスで。あ、ちょっと映ってるじゃないですか、iPhone で。そのね、iPhone にね、自分の顔を。ということで、いや、あれだ、大丈夫ですか、顔出しないですか、大丈夫ですか、ということで、本当にありがとうございます。もうね、今、あ、写真とか撮りましょう、後で。時間大丈夫ですか、今。大丈夫ですか、じゃあ。大丈夫顔出し OK ですか？今電光石火の方が来てくれました、サイさんです。電光石火のサイさんです。そして
この美しい女性は電光石火のくーちゃんです。ユートピアです。いらない、いらない。いやもうすごいです。今もうちょっと一瞬だけ見渡す形でもうクラッシュオブクランの方でもう40人ぐらい来てくれてます。今何人と、クラクラが好きで集まったんですよ。今2人来たんですよ、サイさんとクーちゃん。今来られたんですよね。今いらっしゃいました。じゃあ2人、キヨさん37人ですよ今。何ですか。合計37人の方。まず今来た。顔出し OK ですか。もう来た、自分のクラメをクラッシュクラブオンリーの春香さんです。ありがとうございます。クラブオンリーの方も来てくれて、もう有名どころがもう、もうクラブを清潔します。電光石火の方が2人で、あー、もう始めました。いやいや皆さんすごいです。あの正直盛り上がり度がすごいですこれそろそろ移動しないとまずいんじゃないかくらいの人がだんだんやばい。もう本当に合計で今38人の方が遊びに来てくれてます。すごいね。ほとんどの方がね残ってくれてて、結構ね38人っていうの結構38人多いですよね。だんだん手狭になってきます。レジェンドとレジェンド手前の豪華通称とかカスピーなんで慣れない男で言う4980Xでオートデックスの男でした。起きれなかった。気合が足んない。一般原子は絶対ですから。ラムさん今、盛り上がってますか。皆さん盛り上がってますか。盛り上がってます。ランブさんのアカウントだと48%、49%当たり前なんで大丈夫です。大丈夫す。次どんどん増えてくね。今皆さんねこう現地でのタウホー10のフルカンストをね遊ぶということでね、アカウントをランブさんと僕の方でお貸ししてみんなでね遊ぶみたいな感じです。あと10分で登場。あ、ヒロチさん待ってます。すごい。くーちゃんでーす。はい、皆さん。お、おにちくです。おにちくさん、おー来た。何この電光石火率。これがチーム一丸ですよ。チーム一丸ですよ。おにちくさん顔出し OK ですか。あ、全然ないです。電光石火のおにちくさんでーす。うわー、やばい。電光石火グループですね、この。OK。あー、嬉しいですね。クランで、こう、集まって、今39人目のリアドツ社ですね。ありがたいです。いや、もう電光石火ジャックですね、コメントが。ツイキャスも。今ちょっとごめんなさい、皆さんね、本当人がちょっと多くなりすぎちゃって、そうですね、みんな今、個々にお話ししてんで、僕がちょっと、遅れすいません、なんか。いやいや本当にすごい人から見せようか。今全体的にねそんな感じで、いやどうすか。あ、ラーメンさん、ラーメン来ました。電光石火です。ラーメンさん、クーちゃんも来て。はい、ちょっとリアの中にどこ行ってたんですか、ラーメンさん。ラーメン来てました。僕十分最低。いただいた。ジョー君。いや、なんか、買ってきてくれた。今、人数聞いてから買ってこない。でも、買ってくれ。僕たちの分は買ったんで。お、まさかの、まさかの顔立てたじゃない。
ですか。大丈夫ですか。ヒデさん、ヒデさん。イエーイ。わー、さすが。ナイス。今、キヨキヨ君が女の子に囲まれてます。キヨキヨ君が今、レディーに囲まれて、すごい状況です。やばいです。僕は全然囲まれずに悲しい。僕、男の方離れてもらっていいですか。それを下手するとゲームが作れちゃう。すごいですね、キヨさんの。ようやくいいのか。カウントしなきゃいけない。今、2人の話。41人。今現在41人。あ、すごいね。41人。まだ来ます。大丈夫か。まだあのカウントしっかりしたいんで。すごいね。すごい。OK ですか。知らない同士で今もうみんなクラクラやってる。もうぜひぜひ皆さんでお話ししましょう。だからお時間大丈夫でした。ここら辺でみんなでぐだってんですけど。キヨさん、おお、読んだ。写真ぜひ本当に撮りますよ。僕が撮ります。俺も撮りますよ。任せてください。いいですか。じゃあちょっと行きますよ。顔出しは OK ですか。キヨさん真ん中にお願いします。顔出しは NG。 女ですよ。行きますよ、皆さん行きますよ。ニコッと、はい、チーズ。すごい幸せ。いやもうキヨキヨ君のここビローンし。1枚行きますよ。もしよかったら皆さん OK もらってるんで一瞬だけでも。待ち方の高校生いきます。一瞬、はい、キヨキヨくん。すごいな。モテモテです。いや本当にありがとう。本当にもうぜひよかったら本当にもう年齢関係なくラクラ村診断とかレジェンドリーグの方とかもやってくれてるので。ちなみにタウンホールはおいくつですか。は皆さんアストライン全員8ですよ。 8トークで盛り上がってるんで。マジか、超嬉しい。超嬉しいですよね。え、あの、あれ緑の、ダメ。いろいろ緑はダメ。そうなんですよ。アルバムさんとか知らないですか。あ、うわ、おっさんです。おっさんって言わないけどさ、キヨキヨさんの、あの保護者です。あ、そういう学校みんなでやってる感じなんですか。あ、2人で。あ、そんなやつだよ。そんな危ない NG ですか。へぇー、よろしければよくやる、入ります。大丈夫です、大丈夫。みんなでね、みんなでやる。あ、頼む。皆さん、タウンホール初めてやる方です。何でもやるから。
すごいですね、相当盛り上がってますね。240名も見てらっしゃるんですね。すごい、ありがたいですね。ラムさん、ラムさんどっか行っちゃいました。あれ、僕村見ましたっけ。あ、ね、ちょっと見ましょうよ、村神道。村神道、あ、傘だったみたいな。はい、タウンホールは家が湧くので、まだ黒壁もなってない。いや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 、そんなやっぱりグラフがあいつ倒ればだっけでしょ。で、タウンホール8じゃない？タウンホール9ですね。あ、クラブですね。あ、この配置、僕タウンホール9の初期で使ってました、この配置。そうなんですよ。テンプレーテンプレなんですよ、値段もなんかあのバランスいい感じなんで、結構使いたくなるんですよ。ジャイアント。これじゃない？ジャイアント系ですね。これのミーティングしてましたよ。ジャイアント系の。横浜、まあ、まあ、そうそうですよね。いや、あれちょうど、私、横浜住んでるんで、こっちから絶対多分、あるんで、はい、行けばしたら。あの時、バレてほしいなって。なんか、2カ所ぐらいの焼肉屋さん渡っていう人たちが、焼肉をまずバレて買ってみるかみたいな。わかんないな。なんかもう、逆に、そうですね。ブエーって出して。あ、じゃあ、話したり、やられちゃうんで、ヘアセーブはもしかしたら、なんか、中の方がいいかもしれない。そうですね。なんかすごい気温多いと。ヘモさーん、オメガさーん。僕はもうあの足立区で、ね、ずわずわ結構こう、なるほど、ね、今もう本当にすごいですよ。2桁50を超える肌にいらっしゃって、こんな感じで喋りながらこんな感じでクラクラしてね、雑談して、こんな感じでクラクラ雑談して、ね、クラクラ雑談ね、もう輪になって、輪になって、もうウェイ、もうクラクラあればね、最強ですからね、こんな感じでクラクラ喋ってみたいな感じでございますけれども、いや、はい、あとで、30分後ぐらいに、いいっすよ、全然、いやもう、誰ですか、逆にクラさんに見ようって思ったら、あ、了解です、え、大丈夫ですか、なんかもう、おい、今日、ダクエリ使いすぎだよ、こいつみたいな、大丈夫ですか。いや、大丈夫です。あ、本当ですか、何で攻めたの。メッセは、ノアの箱舟でお願いします。ノアの箱舟、ね、あのジャイアントなんか2体ぐらい、全部2体みたいな。もう、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 なんかもう、はい、よくその流れは、下りは分かってる。なんかマシでこう使ってあったりとか。え、でも、お下はあんまり取れないんですけど、まあ、星に…あ、で、ダクエリ取れちゃうんだ。へぇー、じゃあ、しかも、編成組み終わってるから。あ、あと、今、作ってるだけなんで、あと、もう少しだったら。あ、オッケーです、もう、バッチです、もう、僕でよければ攻めまくります。ジャグエタで。あ、了解です。もう、エメラルド、こう、ラストランしないです。いやいや、いや、本当にあるぞ、本当に。いや、こんにちは。こんにちは。顔出し大丈夫です。大丈夫か。まだいらっしゃいました。ヒデさん、また。ヒデさん、またいらっしゃいました。あ、はじめまして、ロジックドネーターズトミーと言います。ありがとうございます。何人目だろ、今の。そうですね、今何人目ですかね。スパイクに攻めます。今来たぞ。クラクラちゃんでツバイさん。ツバイク。ツバイクの壁っていう。ああ、ちょっと、これだ、これだ、これだ、ちょっと。今、二人来られたんですね。キリアスさん、落ちないかな。これ、ないですか。
これバッテリーって言ってましたね。バッテリー使うとクラッシュ感で参加した人じゃないともらえないバッテリーって言ってましたね。マジですか？でもクラッシュ感に行ったらもらえたらしいです。出場者とかなんか超リッチなんですよ。かっこいいっすよ、このなんかレイヤーの感じ。俺、自分で聞こえましたかね、これ。すごい質感もすごい、すごいなんかかっこいいバッテリーの、なんか北欧デザインの感じの。そうですね、フルって書いてますね。これすごい、これこれかっこいいですね。これもクラシコン、クラシコンで、ただでいいですか。ただでも入り口のエントランスでみんなに、やばい、ちょっともらってきてほしかったですね。そうなんです、撮ってもらって、その1名、1人1個っていう、なんか怒られちゃって使用者でもそれはダメなんですよ。いいですか、でもここら辺、え、僕も映っていいですか。恐縮でございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。こちらグラブオンリーの方ですよ、グラブオンリーの。はい、すごいですよ、すごいですよ。クラブオンリーの中の受付の、いやいや、言うんすよ、言うんすよ、こうやってもう検討されて、いや、本当すごいですね。今、50名近くですかね、今1時間ぐらいですよね。いやどうなんですか、もうここら辺とかも全然知り合いじゃないのに、もういくらぐらいやっちゃってますから。それがやっぱクラクラもんね、やってれば友達になれる。クラクラ開けば、ほんまだって自分の方が。普段そんなにこう、試験で近くまで来てたんですけど、なんかここからから諦めてたんですよ、試験が。開始3時で、開始時で、すごい人いた。なんすか、そんな集めて、なんすか、なんすか、ちょっと、ありがとうございます。ええー、どうなんですか。もう一回。ああ。はい。
あすごい出会いが。出会いが、はい、オフからオンに、オフからオンになりました。オンからオフ。オンからオフか。オンからオフになりました。オフです。今オフです。はい。なかなかね、回してまーす。しかも秀康さんと一緒の。あ、秀康さんです。秀康さんですこれ。あ、秀康さん。これ今シール買ったんです。パッツさん今。今もう今680ぐらいだ。あこれいいですね。いやちょっと今休もう。一週間帰りになってるんです。フラフラ T シャツください。それでもう入れやつです。いやもうぜひぜひぜひ。いいですね。いいセザリングで携帯に乗れるんですね。いいですね。青森から来てくれたんですか。え俺青森行かなきゃダメだよ。ありがとうございます。まだね、雨降ってますね。やみそうにないですね、今日は。すごいな。甘宿りしつつみたいな感じですよ。あら、いやもう全条件です。さっきの話ですね。あ、ガチですね。ガチです。あ、行きますよ。いらっしゃいませ。寒い。すいません、いただきます。お疲れ様です。お前、ミルクティー、ミルクティーだった。考えた。お疲れ様です。ガチで行きます。ユートピアさん。ユートピアさん、さん、あ、どうも、ユートピアさん。いらっしゃいます。マッキーさんですね。よろしくお願いします。今こんな感じです。ヒデヤスさんのです。ヒデヤスさんのです。ヒデヤスさん今忙しいからね。敵が出たら出ましたよって。ヨウさんのあのユートピアさん、ユートピアの方まだいますかね。ユートピアの方まだ。マッキーさん。マッキーさん、え、はじめまして。マッキーさん、有名人ジョです。まだいます。今日は最後までいます。喋り終わってから打つってこの間の悪い、すいません。ヘモアさん、はじめまして。ハルパパと申します。ヘモアさん、あ、ジョーいらない。ヘモアさん、ヘモアさん、よし、お久しぶりです。ジョーも仲間入れてください。よろしくお願いします。ジョーさんお疲れ様です。トモコさん、あ、トモコさん、お疲れ様です。よろしくお願いします。ランブさんからお茶いただきました。ランブさん、ありがとうございます。すごいですね、ランブさん、すごい。寒いかね。あった、寒いですね、ありがとうございます。最高ですよ。あ、いただきました、いただきました、ありがとうございます。なんかランブさんが初見の人に、あの、今日クラブオンリーのキャキャですっていう風に紹介してくれるのすごい待ってるんで。お前すげえ、すごいですね。今すごい。お、でも常に250人ぐらいこう見てるキャスってすごいですよね。ずっと200人なんですね。それはすごいわ。すごいな。この後流れが欲しいな。本当ですね。なんか動きが欲しい。流れが欲しいですね。50人になったら移動するんでしたっけ。ちょっと待って、雨が降ってるんだよな。
やばないかな。でも多分わかんないですね。いや、俺はわかります。本当ですか。ゴエモンジャパンさんのシワリさんがいらっしゃいます。ちょっと本格心でやっぱ見れます。俺もそうなんですよ。映りたくない。ずっと映ってます。僕あの顔出ししないんですよ。外カメラですよ。声ですよ。すごいですね、キョウキョウさんもずっと人気者ですね。プロです、プロ。今日だって風邪ひいてますからね。風邪ひいてるとは思えない。電光石火さん多すぎるかどうか。まあまあまあ、そうですよね。いやー、羨ましいですわ。羨ましい。うちのだってクランなんか一人も来ないから。あ、さっきウロリンさんもいらっしゃった。ペカ来てますか。ペカ来てます。ペカ来てます。ペカ来ていくって言ってましたから。普通にいらっしゃってて、もう今お帰りになられましたね。そうなんですよ、うちの蔵面来ないんですよ。群馬さんはね、結構来てますよ。群馬さん結構来てますよ。よっしゃー、会えた、会えました、よかったっす。スクワッツさん、はい、すごいな、すごい。よろしくお願いします。すごいわ。ゴエモンさんも増えてきた。ゴエモンさんと電光さんが増えすぎて。うらやましいわ。会いたいんですけど、どこにいるんだ。あ、そうなの。そう、うちの蔵目来ないんです。いやもうね、ありがとうございます。コメントすらいない。お邪魔した。そうです。あ、そうですよね、来ました。一瞬だけ、キエスさんと。あの、ガチのテレビの方もなんかうろつろしてますね。ガチテレビさんがうろつろしてますね。トミーです。レンです。レンです。レンです。カウント、カウント、カウント。あ、なるほど。カウントしてるんですけどね、今。カウント結構52名です。わ、もっといると思うんだよね。いや、もっと、多分もうちょっといらっしゃいますよ。カウントこぼしてるんで。カウントこぼしてる。なんかあれ、署名とかしてもらえばよかったね。クラブデーとか。面白い。次少しよ、クラブデーとクラクラブデー入ってもらって、そしたら来てくれたりこんなにみたいな。あとでお礼もいけるし。確かに。なるほどなるほど。確かに。宮崎どこのクラブかも全然把握できてない。そうしましょう。そうしましょう。そうしましょう。次やるときは、あの、署名していただいて、クラン名とクラクラン名を書いてもらう。おめん、署名。あ、署名。おめんじゃない。おめん、おめん。そんなんで飛び立てる。おめんは警察来るやつ。バーバリアの格好する。リセット。リセットする。ずっと切れてなければ。あ、切れてる。風邪ひいても水飲み。あ、無理だ。あ、切れることあるんですか。時間切れ。時間がなくなると切れる。あ、そっか。これもこれもじゃん。そうだった。ちょっとだけここでやりますか。もう一回。僕持ちます。あ、僕持ちますよ。いや残り1時間をちょっとでやりましたけど、どうですか、キョウキョウさん。いやもう最高です。本当にこれは成功でしょ。これ大成功でしょ。こんな雨の中本当に今日のこれ最高の思い出ですわ、マジで。本当にあ、本当に。いや、クラッシュオブクラウンやっててこんだけこう人と繋がれるっていう。危ないの。いや、こうしましょう。終わりすぎたかな。いや、これ第2弾でいいのかな。これじゃな
ずいな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 い全然違うところから来た方同士が今輪になってグラグラしてるんですよ。最高だなって思ってくれて、一番大きいところは青森じゃないですか。いや、北海道の人です。おぉ、うちのクレちゃん北海道から、北海道から宿って来て、北海道、青森、名古屋、名古屋、なんか気分がいいんですけど、すごい、僕たちなんかきっかけにね、僕たちなんかは多分本当きっかけになればいいなって思います。あ、いいですね。ただこういうふうなイベントを開くことによって、いろんな方がこういうできて、もう顔を知って、なんかね、自分の村同士見せ合って、なんかすごいいいなって思って、ただ僕たちはただきっかけなんだけど、きっかけの人ね、もう実際、急に会いに行くとかじゃなくて、もはやね、俺はそっちのけでグラグラしてますから。キヨキヨもどうでもいい、キヨキヨさんみたいなね、本当に入り口はキヨキヨさんで、入り口キヨキヨで、そっからもうどんどんスルーしてる。もとりあえず写真撮ってればいい。写真撮ってればいい。写真いいんですよ。もう僕たち4人今ここ座ってる感じ。俺多分10枚くらいしか10枚10枚しか撮れてない。結構放置なんだ。あ、おおみたいな。最高だ。あと1時間を残したね。終わるのが難しい。あと1時間。あと1時間。みんなこういう。あっという間だね。スチーケス放送は一応4時で止めて、そうですね。来てくれた方もちょっとね、ゆっくりお話しできればなと思ってて、残ってくれてる方結構いるんで。4時まで、16時まで、はい、させてもらいます。来てくれた方だけの、逆にね、ツイキャスも今もう5000人、5030人、今ずっとリアルタイムで250人ぐらい。超レベル上がってきた。清さん、さすが。もう最高っすわ。何かのきっかけでね、どんどんこういう、そうですね、クラクラ内のイベントももちろんなんですが、いや、え、壊していいよ、まずは。いや、そうです、なります。あ、お疲れ様です。あ、ありがとうございました。仕事なんで帰ります。あ、いいな、そうなって。ラムさんとお店行きます。はい、いい店やられてるみたいな。わー、おかしい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。ありがとうございました。気をつけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。最高ですね。興奮して今日も寝れない。興奮しすぎて寝れなかったので。いや、今もうやばいっすよ。寝れなくてもいいやしな。なるほど、なるほど。寝れなくて、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 あ、なるほど。ポテトに入ったの早かったんだけど、寝つけた。寝つけなくて、そうか。え、遠足前の子供みたいな。わかります？ドキ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 。だから、一人も来なかったらどうしよう。どうしようね。4人でずっと何喋ろうかと、4時まで何喋ればいいんだろうって、ちょっと長いんだなみたいな思ってたけど、むしろ逆にね、もう時間が足りないぐらい、もう服選ぼうかみたいな。俺たちもコーディネートとかやるみたいな。そっちの方向です。なんでちょっと絡みに行くと辛い。さすがだよ。
俺なんですよ。あ、はい、キャスは俺。いや、出ないよ。まだあのカメラ仕事中で変わってきただけあれですよ。だからいつもだから春ババ戦よくよくやるババでまたこの2人対春ババさんですから。失笑、ね、はい、ということで、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。もう正直50人以上いるでしょうね。いや、そうっすね。もう皆さん滞在してくれてて、はい、もうちょっと3時なんで帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ね、徘徊というかね、練り歩くのはちょっと雨のためですね。ちょっとね、なしの方向になるのかなと。まあ、このままね、かなり現場の方は盛り上がってるので、このままでいいのかなっていう感じですね、今日に関してはね。残り1時間、ここまでずっと見て、くれてるから、本当ありがとうございます。すごい光景ですよね。こういうのってなかなかないからね。はい、どうも、ひろちさんでーす。あの、来週来週ですね。来週末の、お二人の方に行くので、コミさん会いに行きますよ。行きまーす。ボストンまでね。よかったら、はい、翻訳の方を手伝ってください。翻訳ね。翻訳キャストをやるという話で出たんで、はい、僕も見ますじゃん。見ます見ます。ぜひキャストやってほしいです。回してます、回してます。敵は全く出ません。ユートピアの以上です。なんと髪の毛がね。どうですか、こっそり。そう、終わりも近いんで、これを締めながら締めましょう。締めムードに。リリアルイベントってなかなか、僕のチャンネルでちょっとしたいんですけど、なんかあれですよね。すごいですかね、その数が。本当ですね、びっくりした。本当に人来なかったらどうしようってところから始まった企画が、すごい、これはすごいですね。あ、ママさん、お疲れ様でした。先ほどまで言ってました。お疲れ様です。なんかずっと見てくれてる人とかってやっぱいるんですよね。200何十人って方がずっと見ててくれてる。あ、やっとうちのクラメンに来たんですよ。パパさんと写真撮りたかった。うちのクラメンですか。来ないかな。来てくれればいいのに。アルバムさんのね。いますよ。あ、トミさん、ひろちさん、はい、トミーさんがいます。はい、トミーさん、コメント
ボッサ行きます。ボッサ行きます。来週行きます。おお。すごい。何？クラッシュが選ばれる。いや、違います。ボスキャリっていうキャリアフォーラムの就職活動の行くんです。はい。ボスキャリで、ボスキャリで行くまで。僕もボスキャリ行きます。じゃあ。時間あれば。あれ、ボスキャリ行きます。就活します。パスポート取ります。いや、すごいな、本当に。でも、だいぶ人が落ち着いてきたんですね。そうですね。いやー、でもこれは、大成功です。人がすごい。まだ清さんは、引っ張りだこで。清清引っ張りだこで。僕たちボディーガード。ボディーガードとカメラマン。勢いラブさん、お忙しいところごめんなさい。どうでしたか今日は。いや今日は楽しかったですよ。楽しすぎたでしょ。ここ最近で一番楽しいイベントだったと思う。俺普通にただ楽しいんだ。超面白かった。いろんな方とねお話できて、途中でラーメン食い行ったりとか、超楽しかった。途中で一人ラーメン食いに行っちゃったりして、ラーメン食ってるよな。ラーメン食いに行っていないなと思ってた時間帯ラーメン食べに行ってたらしい。最低な。ゲスマックマックがいいから。いやーラーメンだね。皆さん見えますかね。ずっとここね、みんなが清清くんが今ライブで攻めるみたいです。みんなの前で見えますかね。4回目に出たって清清です。3つ目スタンホール9ですからね、これ。次を10出ろ。怖い。ボールブレイカーいないの。じゃあジャンプで。ジャンプ。よし、ここだ。これがキヨキヨくんの指さばきです。いいぞ。なかなか見れないよね。そしてもうジャイアン、なんつなっけこれ。ババキン。ジャイアン、ババキンをこれレイジつけていいの。これつけちゃいますよ、もう軽くないんだ。そしてフィスト早めに。どうしようフィスト、ちょっとフィスト、よしフィスト OK で、こっちからフリーズない。フリーズない。レイジここじゃないよ。中心部に置きたいよね、やっぱ。どうなの行くでしょ。いや、これ星に行けるで、これ。よし、OK どうよ、上手くない。あ、なんか来た。あーちゃ出して。ちょっとこれ星1は取りたいな。でも星1は取りたい。おーしゃ、50%。よくない。ダンホール9でよくない。目標が低くないです。あれ、星3じゃ。いや、ちょっと前回発言。ちょっとあれ、あー、危ない。いや、ちょっとこれは厳しい戦いでしたね、これは。星1、あれさん、拍手。拍手の強要。自分で拍手って言いました、ね。いや。あ、すいません。そうなの。今はそうです。ヘモア君がいますね。あ、ヘモアさん、お疲れ様です。え、ヘモちゃんいるの。ヘモー、お疲れ様です。どうもどこにいる。あ、ほんとだ、ほんとだ。どうもお疲れ様です。グリップです。わかるか、言わなかったんで、ヘモちゃん。ヘモアさんのリアクションは、いらっしゃいました。はい、いらっしゃいました。お、来た。
ていいですけど。OK です。いやー、またいらっしゃいました。ありがとうございます。感動しますよ。感動お願いします。あ、お願いします。51人目。あー、本当に。ほんまね。いやー、ちょっと。5人達成したんですよ。5人達成。大丈夫です。大丈夫です。いや、どうですか、写真切れて。じゃあもうジョー君、もうジョー君をいたぶりますか。神奈川、僕も神奈川です。神奈川でも40分ぐらいかかりますよね。そうですよね、僕遅刻したんですよ。でも僕も2回締め終わったんで、今の正解とか何ですか？言うときやから、グループができて、入ります。大阪来てほしい。あ、大阪行きたいですね。おぉ、ジョー君もう一人足しといて。はいはいはい、今来たから。おぉ、来た。顔出し NG です。顔出し NG です。今更なんでなんでなんで。あの、どこのクランのなんていう人ですか？電光石火ジャパンのザキヤマです。ザキヤマがヘクリルヘクリル。あの、全然顔出し NG じゃないっていう。はい、もうキャキャマジスタいや、もうちょっと先生もうこれ、こんだけ全く出ないですか？出ないです。ヒーロー溢れた。 OK、 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 OK、2回目に出た村ですね。ノアの箱舟で攻めたいと思います。おーい、いきますよ。まあね、ここはね、はい、これは、ほら、ほら、ほら、ね、次、出たのノアの箱舟。ノアの箱舟で。ヘレさん、ヘレさん、ヘレさん、ちょっとカメラ。ノアの箱舟を。いきますよ。ノアの箱舟で。さあ、さあ、来い、さあ、来い。オッケー、これ、全開取ります、マジで。おー、全開、全開。キョキョク前回を取るか今かオッケー。ババからのおーって言ってもらいます。ババからのウォールブレイカー。おーって言ってもらいます。おーって言ってもらいます。ババからのウォールブレイカー。イエーイって言ってもらいます。いきますよ、ガチで攻めますよ、ガチで。ゴレ出して出したベッカーか、こいつ。もうね、ノアの箱舟はジョジョジョッと行くんですよ。ジョジョジョッとね、ジョジョジョッと。あれ、あちゃくい死んだ。あ、死んでない。死んでない、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 死んでない。ガゴどこ出すのこれ。ジャイ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 、もう陸をとりあえず全部出します。こう、もうバババッとバババッと。そしてレイジーレイジー、ホグホグホグで、ドラゴンはどこ、どこ出せばいい、どこ出せばいい、どこ、ヒーリングヒーリング、なんかライトニング出して
ポイズン。ライトニング意味ないもんだって。使えない。え、どうしよう。あ、もう終わった。空軍が。空。そう、空。空。よし、じゃあここだ。よし、よし、よし、よし。よし。あ、ボールブレイカー。ヒーラーどこ？ヒーラーどこ？ヒーラー、わあ行けお前。バカお前。バカ。フィストフィストフィスト。オッケーオッケー。これ前回行くわ。無理か。いや行けるで。行けるでこれ時間との勝負じゃないこれ。どうどうどう。だってこれペッカ残ってて。ドラゴン。アチャクに残っててドラゴン。ああやばい。あ。どう？これどうなのこれ。対空砲。対空ドラゴン残れば勝ちだよこれ。オッケー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 。64 ヒーラーがベッカを回復してんすねちょっとね。何このコメント欄どうせ雑魚起用とか言われてるんですよこれ今。どうせ口だけ関西人うるさいぞみやびさんがごめんでんがな。これいけませんこれ。ワンチャンないっすか。ピッコ体力満タンに近いっすよ。ワンチャン、ワンチャンある。ワンチャンありますよね。いやでも時間がいやいけまず時間がない。どうですかどうですか記憶軍。これね実況者なのに口が止まってます。死活問題。これねちょっとね時間です。今 85% ピッカ行ったらヒーラーついてるんですよ。対空砲なしなし。これあーじゃあちょやばいやばいかこれ。いやちょこれは残り25秒残り25秒。うわもう僕実況してないでもう隣から実況してますよ。ああ死んだか。いや死んでないこいつ。ええ94%。あっといやこれはきついな。テスラあるしキヨキヨさんやってしまいました。どうするさんですかそれ。いやすいません96%。ナイスアタックです。ナイス。お、なんか面白いコメント記憶くんいただいてますよ。もし実際大阪とか関西でやった場合来てくれますかアンケートやってみませんか。うわお面白い。これもう260名ずっと見てくれてるんで。ずっと見てくれてるんで。アンケートしちゃいます。もし、じゃあ関西に次はちょっと、はい、一回置いてみましょうか。テロップ変えていいですか。あ、お願いします。いや、これは面白いアンケートですよ、これは。大阪。見てますよ、ザキヤマさんですよね。はじめまして。顔 NG なんだよ。あ、NG。くるーとか言ってたのいつザキヤマが渋谷にくるどこら辺が顔出し NG なのか教えてほしいです。あ、聞いちゃった。ちょっと記憶が動くのは出てる。大阪リア凸アンケートで、テロップ。あれ、リア凸の撮影です。リア凸の。あ、これ僕の専属のカメラマン。キヨキヨ専属スタッフなんで、あれ。あ、これでいいんじゃないですかね。いきます。じゃあ京京さんの声でアンケート、はい、アンケート説明ちょっとお願いします。今ですねこれからアンケートしますんで皆さんの画面にはいかいいえ出ると思うんですけれども、大阪リアルズ来てくれる人ははい、行かねえよボケかすという方はいいえで、いいえでお願いいたします。アンケートスタートです。さあどうでしょうか。さあアンケート中です。どうでしょうか。アンケート中、さあアンケート中、皆さんもこれはもうまあね、まあそうですけども、どうすかどうすか。アンケート来るか来るか。どうすかどうすか。気になるこのどうすんの。280名が来てさ 35% 63人の 35% って100名え計算できないんですけど。計算できない計算できない。多分今260人バックグラウンドで聞いてる方もいると思う。43、45。でもこのぐらいは来てくれるってことですよね。うわ出た。そうやって人あるとこに記憶終わりで、あ、記憶終わり記憶終わり言わせてくださいよ。ね、人あるとこに記憶終わり。
おしん。あれね。皆さん今日はもう空気読むの天才ですよね。読みます。じゃあ今日曲ちょっと時間もないんで、ちょっと今日曲最後に時間にいっぱい打ってもらって。もう時間な今どんぐらいですか。今3時20分。ああなるほどなるほど。いやーちょっとですね、動画撮りたいんですよ、一人ずつの奇跡の撮影。誰か誰か誰もいないな。オッケー誰もいない。オッケーいない。あ、キヨキヨさん、これ4時になったらどうするんですか。4時になったらツイキャスは終了します。ツイキャスは終了します。ですけれども4時以降、まあ雑談したり写真撮ったりいろいろしようかなと思ってます。そうですよね。そうなんですよ。ちょっとちょっとちょっとどなたかちょっとこれね動画撮りたいんですよね。ねどうしましょう。あ、じゃあ記憶記憶ず今動画撮りたいんですよ。今すいません。ランドさんは仕事を、はい、ランドさんが戻ってきたら行きましょうか。はい、お願いします。戻ってきたら撮ってません。話して。いや僕もね撮りたいんだよね動画。はい、皆さんすいません、課金してますか。いいですね。逆にいろんな都市書こうかな。大阪いっぱいいますね。じゃあ勝手にアンケート勝手にアンケート。禁止だよ。さっきは楽しかったです。いいですね。もう一回じゃあ勝手にアンケートします。ちょっといろんな都市行きましょうか。じゃあ今度は名古屋で名古屋リアトツ、名古屋リアトツ、リアトツ来てくれるかな。アンケート行きます。集計中集計中。どうでしょう皆さん答えてください。遠い、あのね、近い人がコメントくれると嬉しいですね。名古屋でも行きます。名古屋でも行きます、ね、おアンケート、その方はアンケート、はいで、はい、その方は、はい、長野に来てほしい。お、はいが 22% 102人も答えてくれてる。お、さっきが名古屋行きます。さっき30、大阪の方が多かったっすね。でも200、何人だ、250人ぐらいで。お、北海道いいですね。北海道リアトツ行きますよ。北海道リアトツ来てくれる方、近い人でいいですよ。全く行けないっていう人はタイム EM 押さないで OK です、はい、近いけど行くぞ行かないぞっていうのを、皆さんいただけたら嬉しいです。どうだろう、栃木来てる、栃木来てる、大阪40、名古屋20。お、ワークンさんありがとうございます。北海道来るか来るか。これが北海道なしになるのかもしれないですね北海道 12%。 お、意外といますね。75人も北海道いるんですか。あ、行ったラムさん、ちょっとラムさんバトンタッチしてもらっていいですか。はいよ。今いろんな地方のアンケートを取ってる。今大阪行ってリアトツしたら来てくれますかっていうアンケートを取ってます。 35% の方が来てます。今北海道取ったんですよ、12%。北海道じゃ大阪の後だな。じゃあ逆だ、近くの都道府県で自分が行きやすい都道府県でリアトツをしてくれた場合行きます。最高のリアトツ。なるほど、ね、近くに今もう一回説明しますね。自分が住んでる県内でリアトツをした場合来てくれるかどうかのアンケートです。皆さん最後にこのアンケート答えてください。待ってください、北海道になってる。リアトツ参加したい。行きます。よーい、アンケート。自分がね住んでる近くのリアトツ、県内のリアトツ、神奈川なら神奈川、長野なら長野、愛知なら愛知、もういろんなところでいいです。千葉なら千葉、もういろんな方がねいたら、もうこのアンケート最後にもうガシッと、それも今後次回があるかないかが決まるんで、長野、もう 100% だと思うんですけど、僕は。あ、リアルさん長野。どうですか。おお、これ大成功じゃないですか。大成功っていう言葉です。おお、嬉しい。いや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 、もうすいません。 85% ってすごいです。すごいね。
85%、 お客様満足度 85% みたいな。半端じゃないですよ、 85%。 リピーターマックス OK、 それリピートするしかないです。群馬がいいな。群馬、軽い感じでいけるな。いや群馬やったらむしろ東京でいいんじゃない。群馬だったら東京まで来て。いや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 、プラス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 、全く寝たい。やってほしい。あ、もう、向こうメンバーから映ってやってやるから。人工賞さんです。お疲れー。例えば、ホリさん、お疲れー。ホリさん、海外住んでるんですか。私は、お父さん、どうぞ。エマート、お疲れー。アルカさん、アルカさん、東京。おはよう、レジェンド。横さん、さっきね、ヨーさんに挨拶したよ。お、本当ですか。うん、うん、言います。はい、ジョー君、はるかさん、ずっと続いてるんだよね、これ。お、チャンさん、お疲れ様です。あれ、チャンさん、チャンさん、チャンさん、なんで来ないの。美味しいもん食べようよ。チャンさん、次多分関西ありますね。大丈夫か。関西やりましょう。さっきの、ないかすごいですよね、本当に。後ろにザキさんいた。ザキさん多分いた、後ろにして。はい、ザキさん。はい、これザキさん。今、品川着いた。あ、じゃあ、今品川だったらギリ間に合うんじゃないですかね。会いに来てください。チャンさん、チャンさん、会いに来て。チャンさん、渋谷で一回降りて、5分ぐらい。お願いします。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。ヤドス1号おめでとう。最高最高最高。あらすあらすあらす。本当にあらす。どうですかね。もう4時ですか。もうあと、はい、まさん、ちょっと、あ、チャンさんありがとうございます。ちょっと、顔見せてください。あ、来るの。6300名。すごいですか。ナイスケーブ。いや、もうこのまま多分ここで会うんですよ。ガチケースよな。はい、なんで、あと好きにどうぞ。本当は春です。一発目だったから、どんぐらいニュース来るかも分かんないし、不安だったんですよ。だから、まあ、歩く。予約まで歩くのを予定に入れてたんですけど、まあ、本当はもう1時半からこの出発して御影公園までゆっくり歩いて1時間とか2時間こういうふうな交流の方が晴れてたらよかったかなと思って、次はそういうふうにちゃんと行った方が、まあ、一応雨だからって、後から後から結構私ここにいてよかったよね。雨に向いて今回はそういうことだったのかなと思って、そう思うわ。いやー、京都予算会だった。そうですよね、高尾さん。ありがとうございました。一緒になっちゃった、あれが。ご趣味らへんで。タクシー見れてる、間に合うか怖い。おー、アスカ、アスカ、来い、ちゃんと。ちゃんと顔見せるよ。おい、アスカ、久しぶりに顔見せてくれ。高尾さん、高尾さん、楽しかった。ランさん期待、ランさん期待、ランさん期待って言われてもどうすればいいですか。確かにそうですね、雨だからめっちゃ混んでますよね。ランさん待ってます。ランさん待ってるよ。ヨコさん、え、何言ってた。ショウさん、え、ショウさん、ヨシケン、電報セットでもヨシケンさん、ショウさんなんですか。あ、ショウさん、ショウさんね、ショウさん、ショウさん、はい、ショウさん、ありがとうございます、シュウさん、シュウさん、ありがとうございます、いつも。ショウさん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。アニヤニさん、お疲れ様です。15% も次やったら近いって言ってくれてます。10分なのかな、すごい。未来、来週じゃないけど、おー、なんでさー、お疲れです。
アミスの爆弾のイケメンになりました。いやいや、アミス、あれですよ。あのね、僕ね、その美容院行って、予約もしたことないところに行って、この頭どうするって言ってやりましたよ。あれ明日ちょっと、さすがに、俺な、見たこともない人、会ったこともない人に、俺、キヨキヨ君と明日会うんだよ。どうするよ。こんなボサボサの頭で行けるわけねえだろ。って言って来てもらいました。そしたら、まあまあ良かったんじゃないかなって一応髪切った感が出てますよ。だから、まあ、大川和樹さん、お疲れです。次は千鳥のボサボサさん、あ、小畑さん、お疲れです。昨日はキャストお疲れです。サムです。電光石火で新しい画面を募集してます。下手くそな私の思い頑張りましょう。おー、電光石火頑張ろう。電光頑張ろう、これからも。盛り上げていきましょう、クラクラ会を一緒に。クラクラアドバイス欲しいです。いくらでもこれでいいんだったら、ひたすらただクラクラをアイス。それのみ。皆さん、クラクラのアドバイスしてくれるんですか？いや、無理っす。お願いしたいっす。はっきり言って無理っす。お願いします。いや、レジェンドお願いします。ちょっとレジェンドお願いします。俺が一番期待したんですよ。逆に、一人組に行こうかと思ってましたから、ね、一人巻きとダメだ、これ。今度、ハマりに遊びに行こう。福岡でやるなら来るかも。おー、ベルモさん来てください。福岡はね、ありそうだよね、福岡は。もしかしたら。おっ、Tさん、おっ、Tさん、おっ、Tさん。いやいや、おっ、あんすこさん、お疲れ、ありがとうね。本当にありがとう。はい、スパセッカジャパンが、渋谷に来るありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうね。ありがとうございます。すごいなんかみんなでクラクラやってる。10人ぐらいが1個のタブレットを見せたんですよ。もうそれ見てるのがすごい幸せで、なんか嬉しくて。それを運営さんと2人で並んで見せたんですよ。やっぱ俺ら初めて会ってもっと撮ってたヒデちゃん、ヒデちゃん、4ヒーダミですか。みんなせっかくなんですよ。見て見て、この風景、この風景最高っしょ。俺この風景みんな大好きで、もう一人が出たらもうみんなが集まってさ、最高だな、ほんとこれが好きやな。超やってるな。最高でもこれ渋谷だかんだよ。これみんな渋谷だかんだよ。見て関西はキチガイの集まりっすよ、これ。渋谷でいけるゲームやってますからね。でもね、ボンが出たら嬉しいの。いやいや、ほんとだ。お母さんに会いに行こう。あ、八重さん、ありがとう。八重さん、八重さん、渋谷、大丈夫。靴の紐が危ない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 。おなかさん、お疲れ。ほんとね。あらかかさん、おっ、あらかかさん、目は行ってください。行きました。どこに行くんだよ。来てくれんだよ。何人ぐらい来たら、多分57、8人来てると思いますよ。数え方が結構雑だったんで、最初にもうちゃんと数えてない。50人いるんで、なんか手振ってすぐ行っちゃった人とかもいるんで、写真だけ撮ってるから。そんな感じですよ。50人強、まあそんなじゃないですかね。いや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 、本当に強気のゲーム上の国さん、お疲れです。あ、違いました。ラムさん、違いました。多分次は大阪ですね。大阪もやりたいかな。あ、一だけ関西人の龍馬、お疲れです。龍馬、お疲れ。いや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 、今日もな、今日もおかしい。あ、すごいっすね。太陽浴びてたな。大阪ね、終わった終わった、お疲れです。大阪多いよね。多分大阪の方が多分盛り上がると思うんですよ、実際は。大阪の人の方がガンガン来てくれると思うから、大阪次やりましょう。大阪の方ね。この風景たまんないよね、みんなで。もう、ね、話したまんないね。見て、ヒデちゃんが今、4アタック中、全然よくわかんない、もう、本当に今、化粧品売り場の前だからね、本当にいい迷惑。いやー、もう本当、それでもね、やっちゃうんだよね。
大阪するなら何があるんだろう。おめでとう、おめでとう。はいはいはい、ちょっと一緒に見せて、そこ。いやいや、もう全部 70% 台です。見えてんの、映ってんの。こんな感じの配置が出たんですけど、もう4倍速でいいですか。まあ早いですよ。でん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 でまだまだ伸びるっていうね。ここで帰らないから、はい、まだまだ、はい、まだまだここで帰る帰らないかも、この前回を狙ってるから。いや、それはまだこっから叩くと、頑張って頑張って粘るぞ、はい、粘るぞと。ワンチャンあるんじゃないかと。いや、そう、ワンチャンなかったみたいな、まあ、常に期待してると。そう、マグネの前回を狙ってるから、ナイスアタック、40秒、74%、ナイスアタック10秒ぐらい帰るから強いね。ガキはグレーです。ガキは住んでいくよ。いやいやいや、もう嫁さんと来て、みんな来て、大阪で待ってます。お、英雄さん、ありがとうございます。コメント逃したから。あ、みやびさん、お疲れです。大阪で住んだら何が何でも行きたい、多い。みやびさん、行っちゃうよ、大阪。行っちゃいますよ。どうぞ。こっちから見てたいなと思って。あ、そうです、そういう風にいつも見てます、ね、ちゃんとヘマ君が説得してないかけます、ね、じゃあ次の誕生日おめでとうございます。アジアリーダー、世界のコメダリーダー、おめでとうございます。いやいやいや、誕生日僕一人を喋ってきたと思われてますからね。結構腕疲れますね、これ。アルバムさん疲れましたもんな。前回の放送、カズキングは。あ、今日カズキ休みじゃないの、仕事。多分。まあ仕事とか日曜日だから休みだ。こいつだ、壊れて。カズキ休み？今日カズキ休み？今日カズキ休み？あ、カズキングは今日家族サービスで。家族サービス。子供が3人いる。嘘です。させ。マジっすか。あそこでやっぱ運転手の方がやらない。あ、おかえりなさい。雨の中ありがとうございます。アクション、アクション、アクション。すごい唐揚げの匂いするなと思ったら、唐揚げ持ってきた。お腹減ってきた。一瞬だけね。ありがとうございます。本当に。もう、本当にこんな可愛い方も、本当にありがとう。雨の中、本当にありがとう。雨の中、ありがとうございます。これ増やしていいですか？あ、もうさっき。女子高生と話してるな。出てて映ってるラブ。頑張ってますね。あれジェニファーさん。ジェニファーすげえ唐揚げ来て。ナイスか、いやいや、ナイス唐揚げ。トモハさん。いいじゃないですか。でばいいよ、人の名前間違えない。よく出たの、適当なやつ。俺のことめっちゃなんか、そこは違うでしょ。あ、そこは違うでしょ。撮影者トモハさん、はじめまして。ユートピアのジョです。よろしくお願いします。いや、合コン会場じゃないんですよね。あ、そうあ、ほんとちょっとそういうの NG なんで。あ、そうです。女子高生の方まで来てるのが本当に嬉しいですね。皆さんのサブアカウント、いや、映ってるよ、そっち。
たまに超楽しいよ。たまに超面白い動きするよ。今日テンションすごい高い。すげえ面白い動きするよ。ありがとうございます。雨の中。ここら辺なんですか？学校は。そこまで教えないでしょ。わざわざ来てくれたのかな。そこまでお前に教えないでしょ。何でお前に教えるんですか。そういうんじゃねえから。さあ先生、ジョが謝りました。思考性の話は。あモンタさんじゃん。ありがとうございます。2人来てくれた。ハマモン知り合い。ハマモン知り合い。おお二人、はい。いやもう来てくれてありがとう。びっくりした。わあ、やっとお会いできた。やってきました。なんかありますカメラ。ぜひぜひ。あなたも映ってる。いい、顔写して OK。 浜もんたさんとゆずくらさんが来てくれました。ありがとうございます。いつもなんか食べてるゆずくらさん。ゆずくらさんだ。なんか食べてる。俺だって晩飯食いながらやってんの。晩飯食いながら。なんだ、なんもしてないの。なんだ、モンタさん、そうです。ヤマさんのハグにそんな価値ないよ。なんかハグしとけばいいと思ってるよね。全然もう需要がないです、ハグの需要が。回してるぞ。マニアックだね。もうすぐね。ハグの需要があったんすよ。写真をジョー君撮って。それでいく。お前より俺だろ多分。ちょっとあとでツイッターで皆さん上げてもらって。行きます。行きますよ。はい、パンチョス。皆さん全開です。おーおー、カメラカメラカメラ。せめてです。今ダウンホールズ全開。そうなんです。まさかダウンホールズ15。そうなんですよ。まさか。残り24秒。97% 現在。よし、行ったろ。完全に動画パターン。まだまだあるぞ、あるぞ、10秒。違う違う、こっちはこっちある、こっちある。ごめん、隠してた。間に合うか。間に合う。壁ドンしました、壁ドン。97%。99%。キヨさん、キヨさん、キヨさん、はい、ロジドネのアスカさんが来てくれました。おーい、アスカさん、ロジドネのアスカが。周りからの見たい。キヨさん、いやあれは本当に。モンタさんとかもみんな来てくれて、本物新しく。あ、はじめまして。はじめまして。アスカありがとう。アスカありがとう。いや、ごめんね、遅くなって。まあ、59人目です。58人目。皆さん、勝手ながらアスカの写真撮りたい方並んでください。勝手ながらね。よしよしよし、落ち着きましょうか、僕たちは。こっちで。いやすごいですね。有名な方までこんな雨の中来てくれました。シャンさんのためにいるの。お、来てくれ。今は品川さんのため。4時でちょっとキャスト終わっちゃうかも。雨で髪型が崩れちゃう。すごい、アスカ様ですって。もうアスカ様コールです。ツイキャスもアスカ様コールですよ、もう。本当だ。まさに忘れてます。おっと、あるある。1週間。もう大丈夫ですか。女性の方の特徴も結構多くてね。びっくりした。俺一週間撮影イチャイチャ。だって動画で言うと大体95%は男の人なんです。女性の特徴は確率的に言うと本当に。ここら辺に近づいて、ここ渡って、東京の下行ってもらう。頑張ってもらう。アスカキャス釣ります。日本代表、日本代表に来てくれ。ラムさんです。アスカです。
ありがとう。いや、これ、これ、これ。おお、プラスコン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 、持ってきたぜ。持ってきた、イエーイ。逆に移しましょうか。みんな、アスカさんのとこに群がってます。アスカ群がり。いやキヨキヨ君の人気どこに買えたんですか。はい、クラシコンで買えたんですか。クラシコンで限定で売ってるというか、で発売されてるやつの1個ですね。これはでもあれだよね、この充電器の人に配られてるんですよ。あ、違うっけ。あ、それとは違うやつ。これは違うやつ、違うやつ。T シャツはみんなに配布されたんですよ、行った人に。そう、それプラス、あと現地のカメラでは言えないですけど、クラシコンの方が持ってますもん。さすが、あんまり言えないですよね。カメラの前に言えないですけど、カメラの前じゃ言えないけど、言えないですね。それみんなちょっとあるっていう。いやいや、あ、使ってる。もう今日 ね、このために聞いてずっと聞いてたから。本当に、うん、ありがとう。聞いてて遅刻した。いやいや、もうありがたいです。まだ間に合ったから。ギリギリ。ギリギリ。主役が遅れて登場で。いや、うち主役じゃないから。主役でしょ。人気者が遅れて登場。ヒーローは最後。結構、まだまだ人がいっぱいいてくれて。記憶もどこ行ったの？すごいなぁ。60人くらいだよね。60人くらいです。途中でカウントできないぐらいだったもん。なるほど。あ、あれ？なんで最後に？みんなで来るの？それみんなに。これまで高い。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 いやいや、みんなで遊びました。アスカさんが、アスカさんがね、来てくれて、最後みんなで記念撮影した。いいな。お、やべえ、もう、ポチしちゃって。みんなで最後記念撮影しましょう、ね。はい、皆さん最後で記念撮影みんなでするんで、せっかくなんで。4匹飛んで、これもうこれアンドロイドだな。かけないからいいです。全然ダメだ。やっぱテスト怖いですね。テスト怖いってなんか魔物好きだよね。キヨさん、キヨさん。ちょっと普段ですよ。そういうのなんで次はタウンホール9。あ、そうですね、回転してみて、最後みんなで、いやちょっとちょっと5人だけ、ちょっとどっちが内側外側こんだけ人ですよ、あ、嬉しい、あっち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 みんなみんなあっちあっちあっちこれ言ってたよ、折れたやつです、探しました。いや、220名、総計6,967。やばい、やばいっすね、やばいっすよ、これ総計7,000、やばやばいっすよね、そこが、あ、おもう何もで7,000、すごい。アレクシーノさん、フワちゃんにアレクさんがいます。アレクさん、アレクさんがいる、珍しい。アレクさん、キジヤスさんと同じフワちゃんにアレクさんがいます。どうすか、どうすか、ちょっと皆さんねえ、クラクラすごいっすよね、本当に。クラクラ超大好き、超大好き、ありがとうございます。いや、もう最終的に打ち解けてますからね、もうこんなクラクラアイコンスマジで、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にもうちょっとダルガラミしていきますよ、皆さんにダルガラミしていきますよ。どこに、あ、いやいやいや、どうすかどうすか、最近どうすか、最近いいっすよ、近い、どうすか、ラムさんどうすか、最近、最近あの近い、顔近い、顔近い、お、昨日2セットで180出せました。すげえ、トロフィー迷ってないよ、俺のトロ見とけ、俺のトロ思った以上に、あ、この人やっぱすげえんだって分かったよ、この人嘘なんだあれって、いやいや、ほんと僕下手なんですよ、僕下手なんですよ、僕が下手を売ってるんだよ、お願いします、浜さんも下手、ねえ、本当に。どうすか最近？最近どうすか？最近どうすか？最近良好すか？まあ良好。ありがとうございます。ありがとう。最近どうすか？先輩どうすか？前回がちょっと取れないんですよ。ああ、なるほど、前回。どうすか最近？最近ちょっとね、タンホール中が。タンホール中。ああって感じ。ああって感じ。ああ。ということで、昨日黒茶3時間だ。
だるがらみしていこうと深夜にずっとグロチャできて3時間いやー嬉しいな、早計ね60あ、ヒデスさん、ヒデスさん、ヒデスさん、今交番前に6分から行ってくださいそうなんですよ、うーん、もうあ、携帯ありました3時からでしたっけいやそうですね、もうね今何時ですか今3時51分残り9分ということでね7000人7000人の方にもホンダ、大丈夫ですかねホンダね最初はね、来たところ全然違うんですよ来た時間も場所も違うのにこうね、クラクラで皆さんに喋ってるんですこれ家で一人やってる家で一人やってる家でもう誰もいない部屋でどうも皆さんこんにちはこれ一人やったらまだ聞けないみんなやってる実況者みんな今でも段階は大丈夫ですか、ね、そしてあちらには電光石火ジャパンの皆さんがいますよ電光石火ジャパンさんもねもうあとあーそうかあーなんだこれあーすいませんすいませんなんでもないですねえちょっとなんかなんかいますよこんな感じですね、もう隠れたところで村診断してるハリババさんの優しさ。いやいや、攻め本当に、いやガチ勢ガチ勢いや、もう見渡せばクラクラ通ればもうバーバリアンの話してるんでね、本当にそうなんですよ、あ見てた何時に最後の集合写真ですかいやー集合写真に関してはそうですよ4時以降になりますねそれはツイキャスでは流さない予定でございます来いっていうまあじゃあ来ていただきたいですけど本当に今日すごいっすよね人数すごいっすね本当に60人くらいスペシャルゲストが来てくれましたベートーベンのチャンさんですベートーベン、顔出しなかったベートーベンさんの初めまして、ね、チャン様だちょっとだけいやー、ちょっとだけいやー、もう初めましてありがとうございます、本当にさっき、どこがいたんですか入れ替わりやったわそうなんじゃ一回閉めますあ、そう、今もうあ、こちらは、あ、そうですかハルボさん、ちょっと追加すぎにしてほらるいや、八幡さん座るとなんかちょっと場所、位置的にホラムさん来るんですけどそうですね、さんいらっしゃるんですか 逆にね、こんなに見てくれたことをねいやそうですね総計閲覧数7000人だ3人と7000人ありがとうございます大体、どっかの県のそうですね、ちっちゃなね、市町村のね、人口ぐらいに日本の国民です本当にそして、現閲覧数209名の方本当にありがとうございます3時間あ、そして、ランプさんいらっしゃいましたいや、お疲れ様です大成功ということで、雨の中で、はい、75人、70着ぐらいで、そうですね、大成功でした、本当に、いやー、本当に、また次回、あなたの住む町に、ゼロ4人が、リアド中、リアド中。決めとけ何やったのグダリグッドいやもうありがとうございました多くの参加してくれた方見てくれた方はい本当にいろんな方に感謝大事だったよあれおめでとうございますちょっとずつカメラもちゃんとカメラ足こうカメラ風にどうですか？あ、俺か今のもう次、もう本当大成功でしたね70人弱来てくれて本当にありがとうございました本当にありがとうございました次は大阪でやりたいな、僕はおっと言ってしまったありがとうございます合計ね、70人、閲覧数も7000人ですねおー、7000人、すごいじゃん急な思いつきで始まったイベントですけどそうですね、これからもね
継続していきたい、続けていきたいなと思ってます。皆さんまたどこかで会いましょう。さあ、はるばばさん、どうでしたか。ですね、今日はあの雨の中、こんだけ、ね、70人以上集まってくるようなとても思わなせでした。またね、次回もね、このハイテンションで、このままのハイテンションでいきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ最後に主役のね、キョウキョウ君に。真面目にいきますけれども、今度、リアツしてくれた方が60名を超えてますよね、多分。70名ぐらい。70名ぐらいの方に来ていただいて、そしてなんかもう、一番嬉しかったのが、でもキョウキョウさんの動画を見て、なんかこれ学んだんですよとか、リアトツ、ちょっと楽しいです。なので、ぜひとも皆さん、次回、どこでやるかは分かりませんが、来てくださったら、嬉しいです。この4人で、また他にゲスト、いろんな方々とですね、やっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回は、4人、これで締めましょうか。締めましょう。最後はいいですか、全員バーッと。撮影の撮影でまた別にしましょうか。こんな感じで、じゃあ皆さんツイキャス終わりますんで、最後にみんなで何か言いましょうか。何がいいか、気持ちを最後に言ってください。じゃあ、この人僕らはって俺たちが言うんで、最高って言われて、みんなで行きますよ。せーの、クラッシュ僕ら最高。よっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。